マチュアラジオ。2020年明けましておめでとうございます。これ正月のなんか流れてるやつや。どんなやったっけ？そうそうそう。ドゥルル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 。はい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 。フルフー。はいはい。明けましておめでとうございます。でもさ、これ前なんか俺ガガとインスタライブした時にも言ってんけどさ。はいはい。なんかやっぱ明けましておめでとうございますってさ。はい。あんまなんかこういうみんなが聞くとこで言わん方がいいよなみたいな。え、なんでなん？どういうこと？なんかそのやっぱり身内の不幸とかあったらさ言わへんやんか、年賀状出さへんかったり。ああ、え、でもそれってさ、不幸があった側が言わんだけでさ、不幸があった人に言ってもあかんのかな。あ、まあ、そうか。まあ私言えないんですけどみたいなことはよう言われるよね。まあどうなんやろうね。だからそのまあいいか、それはまあ別にそんなことでこいつ言いやがったみたいなこと言う人いないとは思うんですけど。まあじゃああれちゃう、やっぱ WhatsApp ちゃう。WhatsApp でもその RIP の年もやっぱ数々のラッパーたちは WhatsApp 言ったと思うねや。そのホーミーが、まあ、まあまあ確かにな、ホーミーがなくなったとしても WhatsApp って言ってたと思うから、うん、WhatsApp でいきましょう。 WhatsApp、 じゃあ WhatsApp、 What's up? ペコです。 KG です。パパ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 パ、すごい、はい、なんかすごいちょっとやっつけ感ありますよね。いや全然全然、ね、全然、はい、はいはいはい。2019年終わりまして、はい、2020年、1月10日ですね。今日は10日、何の日、まあ、11日になったとこですけど。何の日？え、なんかの日な。あ、成人の日とか近いんちゃう？お、13日や。新成人の皆さんおめでとうございます。おめでとう。多分新成人の日ぐらいに、成人の日ぐらいにあげてると思うけど。そうやね。成人の日って行った？そういうの集まりみたいな。行った行った。もうその頃は引きこもりから社会復帰回収してた、うん、もう社会復帰してて行ったね、うん、なんか出会ってるやんな。出会ってんな、うん、ちょうど出会ってんじゃん。そうやな。出会いたての頃じゃん、お互い。面白い。どっちもロン毛やったんじゃん。いや、ペコやん、どうやったかな。いや、俺あのあれやね、成人式の写真あんねんけど、うん、めちゃめちゃロン毛やねんか。多分胸ぐらいまであって髪の毛。あ、一緒ぐらいや、俺も。痛いな。え、なんで痛いの？何も痛ないよ。痛いよ。全然痛ない。言うて結構きつない。言うてペコやん、今も金髪やからそんな変わらんやろ、痛さで言うたら。いやいや全然。え、金髪は痛ない？そう、地に足ついてる感じですね。金髪が、うん、金髪で地に足ついてるやつって俺孫悟空しか、孫家しか知らんで。ああ、そうか。ドラゴンボールの、あと金髪で。なんかでも黒髪似合わへんみたいな現象起きてへん俺。いやいや、そんなことないだ。何し、だいぶ男前やから何しても似合うんじゃ。いやいやいや、なんか自分でちょっと最近思うんすよね、うん、なんかこういう色入れてないとなんか結構成立せへんのちゃうかなみたいな。ああ、いやでもさ、それって結構さ、あのよくあるなんて思い込みでさ、うん、あんまみんな気にしてなくない？ようおるやん、なんかその、いや私デニムじゃないととかロングスカートじゃないとみたいな。あ、いや実際そんなん、お前が何履いてきてても誰も何も気にしてないでみたいな。まあ自意識過剰ってやつですね。そうそう、自分がこれじゃないとみたいな。いったまあでもそういうとこあるわ、確かに俺。だから人からどういう風に思われてるかみたいな、ちょっと気にせえへん2020年でいくわ。いいっすね。だからもうペコやん、今年はもう眉毛剃らん。剃ってへんから、もうあここ7、8年ぐらい剃ってないのに、そんな綺麗な、なんか腹立つな。何や、いやいや、何やねん、何したら、何したらダメなんねん。いや割とダメじゃない、そのなんか人間的には。うーん、まあどうやろうな、あんまでもまあそのなんかダメなところもちょこちょこあるけど、まあ基本的にはでも打率高いんちゃう。そうかな、うん、まあそういう風に伝わってたらいいですけどね、皆さんにも。はいはい。まあ告知からいきます。いきましょう。はい、ざっとテルイベント行っていきます。はい。1月19日ですね、大阪のサンホールで、はい、逆流で合ってるよねこれ。逆流で合ってます。はい、逆流ボリューム2に梅田サイファーがライブ出演します。ソロもやるよ。
あ、そうね、ケージはソロでも出演しますと。はい。ただ僕はこの日ですね、なんといないんですよ。どこいらっしゃるんですか？僕は東京の方に行っておりまして、ただね、はいはい、今の時点でちょっと詳細が上がってないから、これ言うてええんか分からへんから、あ、もしかしたらなくなって、なくなることはないんか。あ、もう確定はしてて、ただその発表されてないよね、はいはい、まだ なんかそういう、そういう感じで行くんかなみたいな。あ、突然、とりあえず、うん、いやだから東京でとりあえず DJ します。え、結構でかいとこで、いいな、はい、結構楽しみですね、自分的には。はいはい。で次が1月の26日ですね、前から告知してる花金。そうですね、名古屋場所ですね。名古屋場所です。ちなみに前日の25日は、なんかチョイスイズイワーズ九州編 UMB の、ああそうか、 UMB の、ごめんなさい、福岡のチョイスイズイワーズがあると、にファンクと、そうやな、ファンクと KG が出演ですね。はいはい、そっちがあって大変やね自分ら。そうなんですよ、朝一で大阪戻ってきて、そのまま車、ファンクの車乗って、うわ、えぐ、マジかよ。そうですね、大変やね。まあまあまあね、事故専用にっていうところで無事故で行きたいですけど今年は。はい、早速、はい、あれやけどな、早速ね、ガガガ、あの皆さんガガ無事なので大丈夫ですので。そうですね、お騒がせしましたけど、はい、大丈夫です。はい。で2月1日、恵比寿バチカで、こちらも前にもお伝えしますが、ソロイスト、はい、梅田サイファースペシャル編っていう感じですかね。 KG ね、テイク M、オスカ、はい、小松の、3組で行いますと。行います。はい。でその翌週が、はい、梅田サイファーワンマンツアーの追加公演、梅田クワトロ。そうですね、これね最後、結構ね、なんか発見して、はい、そう発見してくださった方とかはツイッターで、はい、まだ結構番号余裕あったって言ってるんですけど、実は結構動いてて、ここ2週間ぐらいで。そうですね、もう言うて多分もうちゃいます、売り切れちゃいますね多分、うん、ほんまに。なのでお急ぎくださいっていう感じですけど、いやほんまこれ逃したら次いつね、梅田サイファーやる、梅田サイファーとしてやるかは分からんから、そのこういう長いセットを。そうなんよ、まあ一応決まってるところで言うと岡山があるんやけど、その次に、はい、ただまあワンマンライブじゃないんで、ほんまにワンマンでいわゆる梅田サイファーっていう名前でこのメンツが揃ってっていうのはなかなか今後実現しづらいとは思うんで、ぜひこの機会に確かめに来てください。いやそうですね、本当に結構多分入りたての人で行くかどうか悩むみたいな、一、うん、人で行けんのかなみたいな、もう全然一人で行けると思うんで、一、うん、回騙されたと思って来てほしいですね。でもしほんまにクソもんなかったみたいな、一人全然あかんかったみたいなんやったら、うん、アフターで俺かペコヤに言ってくれたら、こっそり返金はしやんけど、その分イエガーでもおごりましょう。あ、そうやね、うん、アフターパーティーも、用意されてて、非常にですね、そのアフターパーティーも豪華な感じになってますんで。そうですね、乱れ打ち、梅田サイファー乱れ打ちで。いやほんま梅田サイファー乱れ打ちやで。まあ要はそのね、グループ名義の曲すごいいいですっていうの皆さんだいぶ伝わってきたと思うんですけど、真髄はそこに、まああるけど、さらに奥深いところにはソロがあるんでね。そうですね、ぜひそこを見ていただければという感じです。あとなんかアフター、何どんな、何アフターって何なんですかみたいな質問よく受けるんですけど、ヌーンっていう僕たちがそのアマチュアナイトっていうペコヤンがやってるイベント、うん、10年ぐらいやってるイベントがありまして、ヌーンっていうのはもともと僕らにとってなんか実家みたいな場所なんですよ、ほんまに、うんうんうん、まあ、そこに皆さんを、それこそね、梅田のツアーの、一発目の大阪場所はヌーンから始まったんで。そうやね、はい、その実家に、まあ、10時か11時ぐらいから皆さん半券あったらタダで入れますんで、うんうん、ワンドリンク、ワンドリンク600円、はい、で入れますんで、うん、まあ、来てもらって、メンバー各フロアとかにうろうろしてると思うんで、
声かけてもらって、うんうん、まあ、サインとか握手とかちょっと乾杯とかしたりとかして、で、まあ、朝までね、あの各メンバーのソロライブがあったりとか、身内の DJ が回したりして、はい、こうそのなんていうん、ハッピーな空気をお互い分かち合って、うんうんうん、みたいな時間になるんで、でそう俺も DJ するし、あそうですね、そうですね、ペコヤンも、はい、ほんまになかなかね、今じゃ大阪でペコヤンが DJ するってそこまでバンバンあるわけではないんで、そうやね、はい、俺もなんかしようかな、何しよう、一応いいよ全然、一応ファンクとは漫才しようかっつっててんけど、あいいやんいいやん、俺もハイパーヨーヨーな消結するわ、あなんかそういうのいいな、何がいいかな、なんかまあ、まあ、ちょっともう考えとくわ、なんかそのペコヤンにとってのハイパーヨーヨー的な、KG にとってのうん、何やろ、スマブラ持ってったろかな、スマブラとプロジェクター、でもいいんちゃう、そのできる人多いしさ、お客さんもステージに上げてやってもらって、俺に買ったら梅田サイファー入りみたいな結構入れるやつ出てくるかもしれへん、いや64やったらおらんと思うで、あいやでもケイジ、そのゲームの世界は、はいはいはい、多分思ってる広いと思うね俺、あ上には上がけ、あもう全然いるでしょ、なるほどなまあでもそういうのもできたらいいっすよね、うん、なんか距離感近い感じでいけたらですね、アフターはですな、はい、はい、いろんな人と喋れる、まあチャンスっていうか、まあ、別に俺は普段からそうしてるから全然喋りに来てくださいって感じだね、そうですね、多分でもなんていうその普段から昔から、一緒に遊んでる人もおれば今回出会った人たちもたくさんいると思うんで、うんうんうん、そんな気にせずにガンガン話しかけてほしいですね、あの曲好きですとかこの曲好きですとか、うん、なんかあの PV どんな感じだったんですかとか、なんかいろいろこう聞いてもらったら答えるんで、はいはい、ですねPV といえばね、あそうですよ、 PV といえば何ですか、言っちゃって、はい、はい、本日公開されておりますおります、梅田サイファー、はい、梅田ナイトフィーバー19、こちらの PV がですね、先ほど、公開されまして、優勝、はい、優勝 PV じゃないですかこれ、いやほんまに、もう早速1万回回ってます、すげえな、1万回人3時間ぐらいですかで、はい、バーッと回ったっていうのは嬉しいですね、嬉しい、うん、みんな見てくれて、みんな見てくれて、ほんまにありがとう、ありがとう、なんか感想いっぱい届いてますよ、梅田サイファー、梅田ナイトフィーバーの、読んでみますか、お願いします、はい、じゃあ1通目、ラジオネームゆりさん、ゆりさん、はい、ペコさん、ケイジさん、こんばんは、こんばんち、梅田ナイトフィーバーの MV 見ました、あざます、かっこいい曲に面白い MV を作るなんてずるいです、ふ最高です、イエイ、質問なのですが、皆様の背番号はどうやって決めたのですか、はい、R さんは堺市出身なので07になんだろうなと想像できるのですが、他の皆様が分かりません、ラッキーナンバーだったりするのでしょうか、ということでゆりさんから届いておりますけれども、はい、はい、それぞれのね背番号がありまして、ありまして、まあ一応見てない人のために敵チームがいるんですけど、ちょっとそっちについては触れないでおきますか、一応、ね、念のため、念のためにまだ今日が公開日なんで、はい、そうね、自軍の、梅田サイファー軍の、はい、番号についてじゃあ解説というか、これね、まあそれぞれでどの数字がいいですかっていうのをみんなに聞きまして、そうですね、まあ、テイクの02って何なんやろうね、おぞちゃん、あーそういうことね、はい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 、うん、レップしてるわけね、レップオズなんやろ、家計をレップしてることね、オズケをケニーだぞ、どういけんの、11番ね、目細いからちゃん目がその横の11みたいな、ほんまに分からへん な何か聞かんかったな理由を、目細いからやって、目が左目1、右目1で11なんやじゃあコペルはね04、コペル何04って、なんやろな、結構俺は分かってへんな、コペル
ペルそれこそさあれじゃん、その LINE 返ってけえへんくて、なんか、はいはいはい、もう4番に住んでみたいな感じだったんちゃうかな、なんかそんな記憶はあるけどな、なんか LINE 返ってけえへん人順で 1,2,3,4 って俺が無理やりもうすぐつけていってて、いや分からん、なんかそうやったかな、で R はさっき言ってもらった、まあ、市外局番ですね。そうですね、これね、すごいコメントに、ね、読み方を変えてはいっていうことを言ってる人がすごいいっぱいいるんですけど、はい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 、あんま知られてないんやね、やっぱりその市外局番って。いや06であることは知られてると思うねんけどさ、なんか結構俺も馴染みあるっていうか072自体が、なんかどうしても072がやっぱあれなんじゃ、うん、なかなか言うてみんな、まあ、でも確かに0からつけんのってヒップホップ的に多い、まあ、その3桁で言うみたいなのって結構多いけど、あんま分からんやろうな。確かに俺も最初マッチョがさ、その045って45って、そうそう、うん、レベゼ横浜っつってて、何なの045っつって、結構、まあ、確かにな、やっぱマッチョさんがね、多分俺らの世代的にだってさ、特にさ今若い子なんかさ家出ないからもっと分からんのんじゃん、うん、今思ったら。しかも、まあ、レペゼン の, そ, のそもそも意味とかもようわからんやろうし、うん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 、まあまあなので、まあ、勘違いされてる方が多いんでしょうけど、決してそのしもい方ではありませんということはここでお伝えしておきます。お伝えしておきましょう。はい、で KG がね51番、はいはい、これは一郎です。あ、まんま一郎。まんま一郎です。ただ単に1。あ、そうそうね。そう。あ、なんかゆかりのある数字なのかと思ったら違う。いや、なんもゆかりないです。まあ、なるほど、ね。まあ、なんもゆかりないというか、俺一郎めっちゃ好きやねんや。ほんまに、かなり好きそう。かなり一郎好きで。はいはいはい。うん、だから、まあ、リスペクトで51。そう。なるほど。そうやったんや。てか、それは知らんかった。いや俺一郎と一緒やなとは思ってたけど。あ、コペル自分で背番号読んでお願いしますっつってるわ。うん、意味は分からない。分からへん。なるほど、はい、ファンクの49は何か知ってる？あ、なんかね話聞いたら、なんか、はい、あえて縁起悪いその4と9選んだっつって、そのなんていうの、でと思いながら聞いてないけど、いやマジでデート思ってんけど、まあ、デートは言わんかったけどファンクには、うん、いいなーって言っといた、嬉しそうに言ってたから本人が。なるほどなるほど、はい、で KBD はまあ読んで字のごとくニクですね、ハスラーっすね、はい、ニクハスラーで、僕はまあ隠しとこうかなって感じですけど、そうですね、うん、まあ大事な数字って感じです。で工作くん、監督は工作くんで83番、どんなんやろ、ハミチンのハミちゃん。工作さんわりかしむずいこと考えたの。なんやろな、83、なんか身長183センチとかじゃん、なんやろ83、なんやろ意外と、あ、破産してますっていう印、なんやろうな、なんか飛びたと関係あるんじゃん、あ、83店舗とか、あ、闇、あ、闇王子三つ尾線だ、なんかあの人闇好きそうやん、確かに、あ、なんなんやろうな、でも分からへんわ。まあでも正直結構今話し出して分かってんけど、うん、俺らも分かってないのいっぱいあるっていう。そうやな、しかも結構わりかしそのなんていうの、すごい思い詰まってんの KG と R と俺ぐらいやったっていう。そうやね、みんな結構の、まあ、どういけんとかは分からへんけど、はいはいはい、の、うん、ノリでやってるみたいな、うん、まあまあでもテイクもそうか、テイクも結構いい感じのやつ。そうやね、うん、まあまあそんな背番号に関してはそんな感じですね。はいはい、じゃあもう一個ぐらい読ませていただきましょうかね。お願いします。ですね、はい、ラジオネーム大将くん、はい、ペコさん、ケイジさん、こんばんは、梅田ナイトフィーバー19の MV 見ました、各々の
SNS でなんとなくどんな MV か想像してましたが、想像のはるか斜め上行かれた感じです。スタジオ石の世界観大好きです。キャッチャー新平太が個人的に一番笑いました。今度のワンマンでまた大合唱できることを楽しみにしています。撮影時の裏話などあれば聞きたいです。よろしくお願いします。はい、はい、ちょっと言っちゃったけど、うん、まあ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 別にいっか。そうですね、まあ多分はい、はい、みんなもその飛び交ってるツイッターなりなんなりの情報で見てんじゃないかなと。まあまあ見ていただけるとは思います、うん、まあとりあえずじゃあここからはスポイラーって感じでネタバレ入ってくるんで、何なんスポイラーって、なんかネタバレみたいな、あへえ、なんかアメコミとかでスポイラーみたいな、えへえ、そんな言い方すんねや。そう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 、なんか見たことない、びっくりマン、なんかこうスポイラーみたいなの出てて、知らん、オイラーはボイラーしかわからんな、うん、そうそうそう、まあなんかそういう表現があるんですけど、まあそれはあれですけど、とりあえずですね、スポイラーって感じで、カメオ出演でいろいろ出ていただいておりましてですね。そうですね、はい、誰が出てくれてますか。クレイジー、はい、クレイジー、はい、我々アマチュアクルークレイジーですね。一番、はい、一番なんていう近い弟って感じですね。なんかその直系第一、直系、うん、我が可愛い弟、血筋、はい、クレイジーで、ミステリオ、はい、マジでハイに続き、クレイジーもちゃうだって、あそうやな、うん、あの二人どっちも出てる、そうですね、うん、はい、ミステリオ最近ファーストアルバム出されたテリオさん、はい、テリオさん、はい、で次ポポさん、はい、我々が大好きなポポ、そうですね、やっぱポポさんおるだけでなんかいいっすね。そのやっぱ撮影の現場もポポさん来た時点でそのなんかみんなのギア1個上がるみたいな、上がるね、うん、大将ですよ、ですよね、京都の、はい、お元気大将、はい、そしてエロンさん、はい、インフミヤ組はチーフロッカーエロンさん、いいですよね、エロンさんのあのクッと睨んだ怖い顔、いや名演技、名演技、ほんま最高っすねあれ、はい、で新平太さん、はあ、新平さん、はい、新平さんいいっすよね、はい、新平くんね最高っすね、まあ本当ね、他にもね、内科 MC だったりなんかいろいろ候補は自分たちの中にいたんですけど、うんうん、まあちょっとそのより梅田サイファーに近しくてこうあとはスケジュールが合う方々っていうことでちょっとね人数的には本当はもっと集めたかったんですけど、このようなメンツの方にカメオ出演していただいて、はい、で監督がねなんと言っとかないといけないですね今回、なんと我々も大好きなスタジオ石さん、そうですね、はい、まさか、本当ねまさかですよ、ずっとファンでいろいろ見させてもらってて、であれですよ、スティル一宮の、スティル一宮というか伝賀流名義か、伝賀流さんの名義のやべえ勢いですげえ盛り上がる、はいはい、の PV がまあ僕たちにとっては結構うおーみたいな、あとはのりきよさんの関連作、最近の作品多くを手掛けられてたりですとか、俺はんにゃさんのあの陸上競技のあれとか好きや、ね、うん、はいはい、いいですよね、いい、コサとキッドフレッシーノのスイングアットサムウェアとかもそうですよね、あそうかそうか、そうですね、そうそうそう、もうとにかく多作、まあ僕らの近いところで言うとチプレソとかも撮ってたりとか、非常に素晴らしい監督なんですけれども、まあ今回ですね梅田ナイトフィーバーの PV 頼みまして、はい、うん、まあ僕らの頭の中から出てこないアイディア、いやそうですね、その監督マロさんがやってくれはったんですけど、はい、結構一発目でね、うんうん、その初回のミーティング、あれこれどっかで話したっけ
そのワンマンの時にね喋ったんですよね。ワンマンの時か、はいはい、うん、にねいきなり初手でその野球って言われて、結構こっちはそのなんていうのわかる、その判断すらつかんくなってもったみたいな。そう、ね、俺と KG と小武道さんとマロさんでこう会議があったんですけど、はい、まあ、その時にね、俺らが考えてる絵っていうのは結構割とそのなんかこれテーマ自体が、うんうん、音楽がいろんなところに連れて行ってくれるとか、うんうんうん、まあ、自分たちのそのにとっての音楽とはみたいな、うんうん、なんかそういう結構ミュージックラバー的なことを歌ってるんで、はい、まあなんやろ、普通にこうディスコっぽい感じとかクラブで歌ってるとかドライブしてるみたいな、なんかもう、まあ、ベタベタな感じの絵を俺は思い浮かべてて、いや、まさしく、まあ、自分が作曲した曲なんで、まあ、そんな感じかななんて思ってたんやけど、いや野球と言われるとね、ほんまにさっきケイジが言ったように一気に脳内でなんかもうどういう絵になるか想像が全くできなくて、いやほんまになんかメタパニ食らったみたいな、こんなみたいな、うん、でもあのなんていうあのマロさんの熱さ、強い意志あな確信でしたね、もう、うん、何かが見えていらっしゃる、うん、歓声が、そうなんですよ、ほんま、それがまあ、僕らの依頼するきっかけになったというか、まあ、僕らでは出てこないアイディアが丸さんには見えてると思ったので、ぜひそれでお願いしますということで、はい、ぶん投げる形で、絵コンテから何から全部やっていただいたんですけど、はい、撮影もね非常に寒い中2日間ぶっ通しでやったわけですけど、そうですね、まあ、このメンバーがねなかなかスケジュール揃えるのがやっぱ難しい中で、そう、特にね指定さんが本当に忙しいですから、いや今本当にあの無理言って大阪に呼び戻してですね、そうですね、撮ってるんですけど、あの裏話で言うとね、はい、一個すごい面白い事件ありましたね、この日。どの日ですか、どっち、2日目1日目、2日目のポポ事件ですね。あー、ポポさんがね財布盗まれたって騒ぎ出してね。いや、厳密に言うと騒いではなかったよ、ね、あの確かに最初もう、うん、みんなであの最後の方のこう、まあ、対決シーン撮り始めようかっていう時に、はい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 、なんかポポ君がちょっと静かやって、はいはいはい、でなんか荷物向こうに移動しましょうみたいな、そのちょっと離れたところに荷物置いてたんですね、みんなで、うんうんうん、で暗くなったらちょっと危ないからみんなで移動させましょうみたいな、うんうん、でその時にポポ君がみたいな、あれみたいな、はいはいはい、はい、でどうしましたみたいな感じで声かけたんですよね、俺が。そしたら、あ、いやいや大丈夫大丈夫みたいな、言うてください言うてください、なんすかみたいな。そしたら、ちょっと財布がみたいな、でみたいな。そしたら、いやいやもうその水差すようなことしたないから置いといて、もう全然みんなに言わんでいいからみたいな。でももうそんな俺らとしては呼んでるんで、いやいやいやみたいな、ちょやばいっすやばいっすみたいな。でもなんかね、その盗まれた感じするような雰囲気はなかったんですよね、その場所でね、うん、でもさすがにその呼んだゲストの財布取られたってただごとじゃないんで、結構俺は慌てていろんな人にこう伝達して、うんうん、ちょっとこういう状況でみたいな、うんうん、でとりあえず撮影は続行したんやけど、うんうん、まあ、その間こうみんなで探したりしたけどないとなって、いよいよポポ君が辿ってきた奇跡、それから立ち寄った場所を全てに連絡してなかったと。そうですね、なかったんですよ、はいはい、で申し訳ないなと、まあでもまあもちろん僕らもねその読んだ立場なので、まあ、もろもろは保証するんで大丈夫ですよっていう感じで、あの気持ちよく帰っていただこうっていう感じだったんですけど、そうですね、うんうん、まあでもやっぱり気がかりでね、うん、あのせっかく来ていただいてなんか申し訳ないなみたいな感じで思ってたら、はいはいはい、あれ結構後やんね、その、はい、撮影終わった結構後、 UMB の直前やったから2週間後ぐらい2週間ですよ、まあ、財布がなくなって2週間経って、うんうん、もうこっち忘れとったもんな、何やったらちょっとそれと申し訳ないけど、そう申し訳ないけど、なんか UMB で乾杯しましょうみたいな、 UMB 来るって言ってたから、うん、まあそんぐらいのノリやったんやけど、
なんかまさかあのまさかねまさかまさかメールっていうかメッセージがポポ君からある日来て、はい、あのまさか見つかるっていうどういうことやねんっていうな、ほんまいやほんまね、あのでこう富田林の近くで撮ってたんやけど、その富田林警察から連絡ありましたみたいな感じで来て、うんうん、でみんなにも伝えてほしいですみたいな、ありがとうみたいな、うんうんうん、でまあでもさすがに中身ないやろうなと思って、はいはいはい、でいや中身なかったんちゃうんすかみたいな感じで聞いたら、いやそれが中身も大丈夫やったみたいな嘘やんみたいな、富田林の人らめっちゃいい人やな、そういい人やんな、うん、だからしかも見つかったのが微妙に離れた距離っていう感じで、なんか どういうなんか犬とかなんか分からんけど犬とかが加えて猫とかが加えて運んだんかな、そう一つは動物で一つはなんか中学生とかがいたずらしてビビってやめたとかなのかなとか思ってたけど、まあ、俺はちょっと霊障なんじゃないかなと思ってますね、はい、ああそれかあれちゃん、間違って打ってもうたんちゃん、打ったあバットでね、バットでいやいや、まあ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 、あの開口一番遊び出した感じちょっと危なかったもんな、うん、すっごいもう来た瞬間にエンジン全開で、うん、いやし新平さんと一瞬喧嘩みたいなのしてたよな、そのポポさんがたボール球投げんの早くて新平さんが怒り出すみたいな、あいつ頭すぎあいつ頭おかしいよっつって金平さん切れてたもんなそうそう、そのやり取りを見ながら俺らキャッキャしながらそんな撮影でしたけどね、いや楽しい撮影でしたよ非常に、いやめっちゃ楽しかったな、はい、あと何あったかな、うん、あとねちょっとまだあれが届いたんでもう一通ぐらい呼びましょうかね、はい、ギフトカードお、ギフトカード、はい、MV 見て速攻で書いてますタス、とりあえず気になったのは R 指定さんの背番号が072は出身の市外局番で、新平太さんの背番号が518なのはゴッパチマイクから来てるという認識で合ってますかねと、はい、まあ、それは合ってますと、でそれでそれぞれのポジションはどんな感じで決まってたんですか、あと R さんのテロップがコロコロ変わるのはどういう意味がありますかということですね、はい、ねあのポジションは結構もうマロさんが全部仕切って決めていただいたのを僕らが分かりましたという感じでやったって感じですね、そうですね、はい、であとは、その R の名前が変わるのはあのいろんな世代にこう対応するためにって感じかな、よう分からんマロさんの、そうマロさんの意図なので詳しく分かってないけど、多分まあそのいろんなカタカナ読めない人とかのためにひろがなとか売ってるんかもしれないですね、何なんすかね、 R 指定3人おる説じゃん、あドッペルゲンガー説、そうそう、なんかあの走る時の替え玉みたいな、その、うんうんうん、走る時の R 指定、打つ時の R 指定みたいなR 指定3兄弟説、まあ、まあまあ3パターンの R を文字で表現してるって感じなんですかね、まあ、でも多分ちゃんとした読み方をいろんなパターンでできるようにしてくれてんのかなとは僕は思ってますけど、結構ねマロさんも不思議な方なんですよね、非常に、そうですね、うん、なんか面白い方ですよ非常に、独特の世界観をお持ちの、そう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 、なんかいいですねみたいな感じ、うんうん、低いとこからぐっと力強く来られるというか、うん、そうすごい初めての感じの方でした、なんか僕らの周りにはあんまりいらっしゃらない感じのね、すっごい好きな感じでしたね僕は、うん、大もうなんかほんまに好きなんやろうなっていうのが伝わってくるというか、そうですね、そういうなんかその情熱的というか、うん、そうものづくりが好きな方なんだろうなって感じでしたね、うん、俺も一個今ちょっとまたメールが届いてたんで一個読みますね、あゆうお願いします、ラジオネーム陸地さん、陸地ん、ケジさん、ペコさん、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、一番声出して盛り上がったとこは新平太さんが出てきたとこでした、あそこね、はい、最初はだってね
いいよね、あの R がスライディングして新平太が止める、はい、だって2010年かここはみたいな、ワンマン来てたファンの子から、うん、ワンマン時に、うん、先行公開したじゃないですか、アンコール前に、ね、はい、はいはいはい、その時に会場の様子を撮ってくれてた子がおって、その、うん、一番やっぱ盛り上がってたのそこやな。なんか、その各なんていうテイク M、わー、ケニーダンス、わー、コペル、わー、R 視点、わー。で、ちょうどその R のフックの途中で新平さん出てくんねや。そこがもう、ボーンってなってて、しかもその、ボーンが、なんていうかな、どっちかというと、ちょっとその、何興奮とかじゃなくて、爆笑の方の、すごい、面白い、お、新平さん出たでーみたいな感じやったね。なるほどね、はい、やっぱりあの人愛されキャラですね。そうですね、ちょっと続きを見ますね、はいはい、で新平さんが出てきたとこでしたと。であの瞬間、うん、脳内でメテオさんのリスペクト新平太が大音量で流れました。分かってんな入口さん、分かってるわお前入口さん、はい、でもう一個あって、そういえば、ね、メンションしてないインスタのストーリーをガガさんに見られてびっくりしました。どこから彼は私のストーリーにたどり着いたんでしょうか、てん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 。やっぱな、はい、ガガのことをいいように書いてたりすると、うん、あの基本的に俺が結構チェックしてます。ああなるほどね、うん、あとガガにそれを通達してます。どういう役割なのそのエコヘンとガガ、どういう関係なの。いやなんかガガって結構梅田サイファーの中でさ、こうなんかみんなにボコボコに言われてるというか、地味毛量みたいな感じで、なんかもうその結構ひどい扱いをされてるから、はいはいはい、なんか俺はちょっとこう兄貴っぽく、ああ優しくやってるわけね、はいはいはい、そうそうそう、お前こういう風に言ってもらってるやつもいるからさみたいな、はい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 、うん、感じのポジションでガガには接してるというか、なるほどね、そんな感じで。でもどうなんやろ、その自力でも多分めっちゃあいつ見てると思うから、うん、多分ね、バレてんじゃん、その気づいたら家のベッドの下にガガおるパターンじゃん。あるやん、怖い怖い話で、梅田サイファー初の、犯罪者、犯罪者。ありえますわ、うん、でも結構面白いよな、そのなんか新耳袋みたいなやりたいな、なんか梅田サイファーの本コアみたいな。いやー怖いっすわ、俺もそのホラーがすごい苦手やから、俺左に同じく、あのね今の新耳袋っていう単語聞いただけでちょっと鳥肌立ってるっていうね。いやわかるわかるわかる、だから俺もマジもう絶対見やんもんな、怖い映画で怖い話、もう気狂ってるとしか思わんもんな、そのわざわざそういうの見るやつ。だってもうほんまにいろんなことにね影響あるもんね、あれは。ある、しょんぼん行かれへんなもんな、夜トイレ。いやほんまに行かれへん、うん、でも一時期ずっと俺見てたな。え、そう、うん、ずっと見てた。なんかそのその梅田サイファーで好きなやつ多いやんか、その R とか、おいおいおい、だそのなんかエンターとかで一時期その話してんの聞いてて楽しそうで、なんかもうその会話についていくために見たりしてたもん。へえ、結構めっちゃ怖かったけどほんまに。根性あんな。いやでもな、ほんま怖いな。もうへえ。結構怖いっていうか、もう今思い出しながらずっと鳥肌立ってる。俺も絶対最悪や。絶対見やんな。ほんまにああいうの。見たら一緒に見てみる。あでもそれなんか配信すんのいいな。俺とペコヤンが。俺とケイジが見てるの正面から撮ってるだけ、うん、見てる顔をめっちゃダサいな。いや俺結構なやってまうと思う、多分。いや多分俺も大概やで。俺だってあれとかも苦手やもんな、あのジェットコースターとか。ああまあジャンルは違うけど、こう怖いやつね。うん、不安になるもん苦手やな、もう。はい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 、はい、うん、ピアスとかも俺開けたことないもん。あなるほどね、うん、うん、確かにな、その人によってね、その怖いは違うけれど、
まあ、だからジェットコースターはほんまにいざとなったらいけんねやんか、めっちゃ怖いけど頑張っていけるし、でピアスも開けてるし、うんうん、全部そのある程度はやってるけど、やっぱホラーだけはちょっとやっぱなんか好きなんやけど、そのなんていうの、そのホラー映画とか自体は好きなんやけど、はいはい、その引きずっちゃうな、やっぱりなんで見んねんって話やねんけど、まあでもなんか見なあかんホラー映画もあるやん、シャイニングとかイットとか、その映画語る上でこれは外されへんなみたいな、まあ、そういうのは見れんねんけどな、うん、なんかどうしてもあの、はいはい、なんかゾンビ出てきてわーみたいなやつはすごい苦手やな。まあだからジャパニーズホラーそのなんか苦手なタイプは多分、まあ、そう、でもなんかリングを、だからその映画としてリングも見たし、螺旋も見たし、あと、うんうん、炎暗い水のそこ、ああ結構見てんな。いやまあその なんていうかなあの映画作品として面白いやつはまあまあ見るけど、うん、でもなんかその R とか小武道さんみたいなんかあるやん、あの本コアとか新耳袋、ね、うん、本のろかとかは見やんな。俺も一時期だからそれをずっと追っかけてたんですけどね、怖い怖いですよ、とにかく怖い。思い出したくないから、ちょっと次の話行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、そんな感じでいろいろいただいてますが、梅田ナイトフィーバーの MV 絶賛公開中ですので、皆さん見てくださいっていう感じですね。はい、見て三振刀までに、LINE、手紙、メール送って広げていってください。ぜひぜひお願いします。ほんま、みんなが広げへんと誰が広げんねんっていう。そうやで、ほんま なんか俺ら誰かなんかおんのかな、犯罪者でもこんなにメディア無視してくるみたいな、なんか政治犯でもおんのかな、テレビとかなんか映したらあかんのかな。まあ単純にあれじゃんの、プロモーションしてんじゃない、やっぱりそのなんか俺最近気づいてんけど、うん、やっぱりそのインディーやんか、その活動っていうかその主軸やり方が思いっきりインディーやんか、はいはいはい、だからその手作りでここまでなんかなんていうかな、数が再生されてるものってあんまないと思うやんか。ああ、なるほどな。で ほとんどがメディアやんか、うんうん、でそういうメディアって多分広告売ってると思うやんか絶対。あ、まあ、そのヤフーニュースとかも全部そうやと思うやんか、はい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 、でてかそうなんよ、だから、はいはいはい、多分その勝手に持ち上げられるみたいなケースってやっぱほとんどないんやろうなっていうのを気づいたね、うん、なんか俺はその言っても R 指定さんっていうさ、うんうん、言ったらその今をときめくスターがいるにもかかわらず、うんうんうん、ことごとく無視されてるから、 R 指定さんのそのあれを打ち消すほどのネガティブな何かを持ってる人がおんねやろうなと思ってて、あ、いや分からんけど、その出したらあかん人みたいな、メディアに絶対、どうなんやろうな。いやでも多分単純にそういうプロモートやと思うけどね。あ、その真剣な話になっちゃうけど、なるほどな。いやなんかそれもな、なんかまあしょうがないか、もうそういうもんやもんな。いやなんかそのアーティストがさ、わざわざニュース記事書いて送ってみたいなのがちょっとなんかダサいっつったら、みんなやってることやからって言われるかもしらんけど、なんか、あ、多分でもアーティストがやってないんでしょ、だから、あ、事務所がやってるみたいなこと、うん、事務所とかレーベルとかの人がそういうとこに打ち込んでやってるんでしょ、はい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 、そのアーティストでわざわざそういうことをやる人はいないと思う、あ、逆に。あ、なるほど。じゃああれやね、うん、マネージャー募集しようでも真剣にね、うん、ちょっとそのね、なんかいろんなことを動かすためにおらんのかな、そういうの、あの普段仕事してて教えれますよみたいな、なんか面白い、メディアに広告を出す的な、そう、なんかヤフーニュース出してます、普段仕事でみたいな人いはったらな、はいはいはい、もうそれこそ一回聞いてみたいわ、そのどんなプロセスでとか、どこにどう出してみたいな。まあでもそれこそなんかね、僕らの先輩とかに聞いたら分かりそうなんで、まあ自分らでなんか今年はじゃあ一つ目標としてそういうのやりますか。そうですね、森さんに聞きましょう今度あったら。森さん最強の人おったやん近くに。お前忘れてたはいはい、森さん、まあ、そんな感じで、はい、はい、あの MV 再生引き続きよろしくお願いします。頼む。
チュアラジオ。じゃあですね、年末の振り返りいきたいと思うんですけどね。いっちゃいますか。はい。まあちょっといろいろありすぎたんで、メイントピックとして UMB と梅田ワンマン東京場所、まあこの2つをメインにちょっと触っていこうかなと思うんですけど、はい。まず12月28日にね、UMB、はい、グランドチャンピオンシップがありましたと。そうですね。はい。感想いくつかあったと思うんやけどな。ちょっとお待ちくださいね。はい。どれでしゃろ。まずですね。はい。ラジオネーム靴川さん。はい。KG さんペコさん明けましておめでとうございます。明けおめことよろ。はい。年末の UMB 梅田サイファーワンマンどちらも行かせていただきました。ありがとうございます。バトルを見に行くのが初めてだったのですが、KG さんとシェーンさんのバトルはライブを一本見たくらいの心の満足感と感動がありました。ありがとうございます。KG さんのバトルの姿勢は相手やラップに対する愛とリスペクトが伝わってきて胸が熱くなります。ありがとうございます。楽曲での KG さんらしさをバトルにも感じて芯のぶれないところが好きだなと思いました。はい。また初めて生でバトルを見たのでラップがちゃんと聞き取れなかったりライムしてる場所に気づけなかったりみんなぶち上がってるビートが分からなかったりして少し悔しかったです。うん。自分はラップを聞くのもまだまだ初心者なんだなと思ったのでこれからディグしてもっと楽しめるようになりたいなと思いました、という靴川さんね。すごい、ありがとう。前向きな。うんうん。まあでもね、そのすごい一人で来たのかな、この日2つとも 2days。 はい。ありがとうございます。まずはで靴川さん書いてくれてますけど、ちょっとまあ UMB の、序盤の話から軽くしますと、はい。KG 大阪代表、KBD 奈良代表で俺がバトルブレイク1回戦担当っていう感じで梅田サイファーから3人ね、出たんですけど、すごいよな。結構でも同じクルーから3人出たってあんのかな今まで。まあでも梅田は何度目かあるんちゃう、そのR、濱家、ファンク、ペコラみたいなの4人の時もあったやろ、うん、で小武道さん R の年もあったし、うんうんうん、そっかそっか。じゃあ、うん、今までもあったか。 UMB 御用達やなになったよねっていう。てか UMB が梅田御用達なんか、までいけるようになったなっていう感じはありますけど、まあ UMB ね、やはりなんと言いますか、いろんな MC バトルの大会がある中でやはり一番なんだろうね、盛り上がるというか、その気持ち的に。まあ、理由はやっぱり前も喋ってたんやけど、やっぱり地方予選の代表っていうシステムがやはり非常にいいですね。そうですね。なんかそのまあ戦国、KOK 凱旋、うん、MRJ ってやっぱその個人の戦いやもんね。そうそう、どこまでいってもな、ね、うんうんうん、だそこにこう小物が増えるとここまでドラマティックになるのかっていう、うん、ことがやっぱり毎年、まあ俺もなんやかんや4回5回ぐらいグランドチャンピオンシップ出てて思うんやけど、1回戦でバトルブレイクしたのが多分あんだけがっつり長い尺やったの初めてなんですよ。はいはいはい、はい、だいたいいつも4試合ぐらいやって終わりとかやったから、うんうんうん、結構今回試合数もがっつり、まあ1回戦 DJ エイメンさんと俺2人だけでやったから、はい、結構その人数16試合のうち半分俺がやって半分エイメンさんがやるみたいな感じだったから8試合かしっかり見たんやけど、見ながらブレイクしたんやけど、うんうん、やっぱりねこれ全員かっこよかったね。なんかその MC バトル自体
いっぱい見てるけど、うんうん、なんかその日のその目の前にいる彼らが一番かっこいいというか、うん、やっぱりそれは多分その持ってる気持ちが全然違うんやろなみたいな、普段のバトルと。いや、やっぱね、そのまあ去年今年と2回行かしてもらって思うのは、うん、やっぱその地元ショウってこんなになんていうんかな、そのなんて言ったらいいかな、なんか力入るというか、まあ重たいことでもあるし、まあ同時にね、大きい変化をもたらせるチャンスでもあるから、すごい。 KG もまあ俺のブレイクの時に試合やったけど、やっぱり1回戦からこう燃えてるなっていうのすごい伝わってきたし、そうやね、なんか、うん、なんかもうさ、そのこんな言い方したらちょっと おこがましいかもしらんけど、うんうん、そのなんか個人を自分を上げるって意味ではそんなにもうバトルにあんま俺は魅力がないというか、うんうんうん、そこまでなんか重きは置いてないねんけど、やっぱ、うん、ことさらやっぱその大阪背負ってる、まあ、その梅田背負ってると思うと、うん、なんかダサいこと絶対できへんなみたいな、その、うん、ダサいっていうのは言ったら この会場だけ上げて勝つってわけでもなくて、まあ、会場のどっかにその日はファンクも来てたり梅田のみんなも来てたわけやん、うん、ほんで DJ ペコヤンおって小武道さんもおってみたいな中で、その来てるみんな、普段俺を見てるみんなから見てもなんか、うん、なんかそ、こすい勝ち方じゃないというか、負けるにしろ勝つにしろ、うん、ちゃんとやってちゃんと勝つ、ちゃんと負けるっていうのをせなあかんなっていうのがことごとく今年も思わされたというか、はいはいはい、うん、そうやな、だからなんかみんな、まあそのソウンの話が上がりましたけど、やっぱりソウンって結構その派手なキャラクターではないんですよね、ラップ自体が。そうですね、うん、結構そのうん、こう渋いかっこよさみたいなんやけど、うんうん、だから普段の大会とかだと、まあ強いねんけど、めっちゃ勝ち上がるし強いねんけど、なんかその良さがこう 大勢に伝わりにくいというか、うん、やけどなんかあの会場であの特大ホームランを打つと、なんかこうも風向きを変えれるのかっていうのを証明した MC というか、うん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 、まあ正直、まあ、あのノーバイアスで基本的にああいう舞台に立つときは見るんやけど、まあ同い年っていうのもあるし、うん、その日に関してはやっぱり KG とソウンが1回戦で完全にもうギアトップまで行ってんなっていう感じをすごい感じたので、うんうん、なんとかこの2人に取ってほしいという思いがね、どうしても入ってきちゃって、うん、まあ、途中からもうその2人をずっと応援するような感じで、まあ、あと KBD さんもちろん応援してたんやけど、まあ、その3人をこうメインにこう見る感じにはなってたけど、うんうんうん、うん、でもまあそこにね、その俺が頑張れっていう風に思っててもやっぱりすごい同じ以上の気持ちでこう返してくるやつが出てくるっていうのがこういう大会の見どころで、まあさっきの方が言ってくれてたシェンっていうね、うん、去年 KG がバトルした相手ですね、まあ、このアマチュアラジオでも何度か触れましたけど、そうですね、まあ、仙台で、会うって約束して、今年 KG は仙台に会いに行く、ライブしに行ったと。そうですね、まあ、そういうドラマティックな、うん、展開があって、なんとそれがベスト8かなで、うん、当たると。どうでしたその感、まあ、なんか俺はもう見てて、あ、なんかもうどっちも優勝って感じで、いやなんかうん、ちょっとだけ巻き戻すと、その前にバラ君と、うん、あ、柴犬、バラ柴犬、そうそうそう、うん、ほんで、まあ、バラ君とバトルする前に、うん、なんか、まあ、お互い、軽い面識というかはあって、うん、もともと俺も横浜住んでたし、うんうんうん、ほんで、まあ楽屋でなんか
なんていうかな、無理にバチバチするのも嫌やし、うん、その日挨拶してなかったから、まあ、はあはあ、お疲れみたいな感じで次よろしくみたいな感じでちょっと話しに行って、うん、で結構そのまあ時間にしたら短かったかもしれないけど、結構深いとこまでお互いそのなんていうかな、うん、本音で話したというか、うん、それはそのまあなんかお互い年は多分バラ君全然土井健より下なんかな、多分土井健の1個下ぐらいだと思うねんけど、うん、はいはい、まあでもそのなんか今考えてることとか地元のフェーズとかがすごい、うん、多分近いんやろうなみたいな、はあはあ、でなんかバラ君がその自分はすごい金曜日ちゃうか昔戦国が要ファミリーでただのイベントやっててんよ、うん、ああやってましたね、なんかそうそう、そんで俺もちょこちょこライブとかバトルでそこ呼ばれたりしてたし、うん、バラ君も出ててみたいな、ほんで、うん、まあケイジさん覚えてるか分からんけど、昔自分がその CD とかリリースとかするもっともっと昔にケイさんライブ見てくれて褒めてくれたっつって、うん、ですごい励みになったんですみたいな話されてみたいな、うん、でなんか俺もそのなんていうか多分わらくんも地元でちょっとずつこうラッパーが減っていってるみたいな、同い年の、あ、ほんで、まあ、そんな中自分がラップするために言ったらめっちゃわらくんも PV バンバン出してさ、出してるね、多分音源もバンバン出してみたいな、うん、で多分すごいそこに対して俺はシンパシーを感じる瞬間が、うん、その遠くから見ててあってみたいな話して、うんうんうん、でもお互いそのなんか話せてよかったなみたいな、その、うん、バトルだってなんか嫌なバチバチというか小手先のバチバチにならん試合ができそうやねみたいな、うん、でバラ君はバラ君で自分はなんかこう言いたいことはあるんですケイチさんにみたいなみたいなこと話してくれて、あ、それは舞台で聞くわみたいな、なるほど、ね、で始まってみたいな、うん、ほんでなんかなんていうかな、生まれて初めてバトル中に泣きそうなるっていう、うん、それもそのなんか、なるほど、うん、そのバラ君の目を見てたらバラ君の目も多分うるうるしてんねや、なんか何なんかなあれ、よう分からんけどほんま不思議な感覚なってみたいな、うん、はあ、ははあ、バトル中初めての感覚で言ってたよね、なんかね、そうそうそう、うん、踏んでバトル終わって俺がまあ勝たしてもらって勝って、で降りてって後ろでちょっとまた話してんけど、うん、やっぱなんかそのわらくんは今までその相手に何言ってもいいと思ってたみたいな、うーん、まあちょっともしかしたらなんか語弊がある言い方今なってしまったかもしらんけど、うん、なんかまあそのなんていうかな、相手とバチバチで終わっても全然構わんと思ってたみたいな、はははで、わらくんもそのバトル終わって自分もこんな気持ちになった初めてやし、そのなんかバトルしてよかったなって心底思えたん、これが初めてですみたいな感じのこと言ってくれて、はいはいはい、すごい俺もなんかなんていうかな、グッときたというか、なんか自分もそんな感覚初めてやったからバトルしてよかったなみたいな、うーん、ほんでその、うん、まあ言うたらさ、その地元代表戦でさ、まあ UMB ってまあ優勝したら言ってもまあすごい箔がつくというか、うんうんうん、まあまあその年の一番強かった MC みたいな大会やからさ、結構なんかやっぱ俺もバックヤード見てて話しかけへんようにしてんねやんか、うん、常に MC に、うんうん、まあなんか黙ってこうパンパンって肩叩くとかぐらい、はい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 、まあそれはなんかその集中力をそがないためにというか、うん、仮に自分がそこにいたらそういう風に過ごすだろうなって思ったりするから、うん、やけど結構その話すとこまでいけるのは結構すごいメンタルというか、いなんかそのすごいそれって難しいと思うねんけど、うん、なんか俺はやっぱそのまあなんか人によってはそれって違うしダサいっていう意見もあると思うねんけど、なんかその舞台やからバックヤードやからフロアやからあんま俺は関係なく行きたいなって今思ってて、言ったらそのなんていうか、例えば普段街で会って挨拶する間柄やねやったら、うん、バトル前やから挨拶せえへんってなんか自分の中で違うんかなって今思ってて、うん、無理になれ合いはしたくないけど、かといって無理なバチバチも嫌やなみたいな、はははははみたいなのがあるな、だからその時は話したし、まあ、シェントもめっちゃずっとその日はちょこちょこ話してたし、だからそれが終わってそのシェント当たるってなって、まあそのちょうど2週間ぐらい前に各へのライツオブデーでシェンも来ててんやん、髪の下で、うん、でその時にそのなんか年末当たったらどうしますよみたいな
感じのこと笑いな言ってて、ほんでなんか言ってたな、うん、そうそう、ほんでシェンもいやもうディスれないですよみたいな、こんだけこう仲良くなってもったらみたいな、うん、で俺もそのいやそやんなみたいな、逆に何言うみたいな、この今の間柄でみたいな話しててみたいな、はいはいはい、ほんであのバトル始まって、でまあそのバラクの時もそうやったけど、シェンの時ももうほんまに結構シェンの目見たらもうあかん俺泣いてまうわみたいな、でシェンも多分そうやってんやん、はあはあ、みたいな感じになって、なんかそのバラ君はまだ1回で決着ついたからあれやったけど、そのシェンとはえ再延長だね、まだ3回目までやったね、で3の8の4やん、だからもう結構ほんまに多分なんていうかな、なんかグッときたというか、うん、でやっぱそのまあ自分らがそうやったのもあったんかもしれんけど、結構物販来たお客さんとか、その後 DM 来た人とか、はいはい、やっぱみんななんか泣きましたみたいな人も何人かおって、うん、なんかそのあバトルでこういうのってあんねんなみたいなすごい思わされたというか、その俺そんなになんていうかなバトル MC ってこと、バトルに心血注いでないから今、うん、なんかでもなんかその、まあ、見直したっつったらあれかもしらんけど、バトルはバトルでこういうことができる瞬間があんねんなみたいな、その長いことやってたらみたいな思わされたかな。そうね、だからまあそれこそなんかまああのなんていうかな、こう競技としてのその MC バトルの側面っていうのはすごくこの数年間、特にまあその高校生ラップ選手権とかフリースタイルダンジョンが普及して以来、うんうん、まあ、どこに行ってもまあ、まあディスられるというか、まあ、ヒップホップ原理主義者たちからするとそれはワックだっていう表現があったり、まあ、そのバトルの中でもそういう会話が常にあるというか、トピックの一つとしてずっとある中で、うんうん、まあ、その競技に振り切ってる人が多くなってるし、その競技に振り切ってる人はやっぱり強いという側面がやっぱりあるけれど、ただのそういう技術の殴り合いじゃなくて、うんうん、自分たちのプライドをかけた戦いなのかっていうのを、まあ、その相手を傷つけることなくするという表現の、うん、まあ、極致というかね、うん、まあなんかほんまに途中でシェンがあれつもういつやったかもうどのターンかも覚えてへんねんけど、うん、まあ、なんかその中島みゆきの糸のサンプリングなのかな、あ、はい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 、まあ、その縦の糸横の糸の話をして、まあなんかあすごいなみたいな、俺それ即興でそういうの出てくんねやと思ったら、まあそれをまず何かを理解してないと返せないと思うんだけど、俺中島みゆき全然知らんから、うん、まあ、それを KG が気づいてこう中島みゆきの話をしてみたいな、でもなんかそこに別にディスがないというか、うんうん、まあ、そもそもその縦の糸横の糸っていう話をしてるから、うんうん、なんかもうそこでクロスしてやってみたいな、だからなんか会場的にもそのどっちを勝たせたいかみたいなジャッジに常になってるというか、だからまあ判定も割れるというか、うん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 、まあその決めてるパンチの数はなんかほぼ互角の戦いで、うんうん、まあ、正直結構見ててしんどいというか、その言い方悪いけどこれまだ続くんかみたいな、きついなみたいな、なんかそのメンタルに対する負荷がその悪い意味じゃなくてあったから、うん、なんかその強い影響力がある試合だったなとは思うね、だからそういう意味で、うん、だよね、まあ毎回あれはできへんけど、まあ、無理でしょ、だからあの舞台もだからいろいろ整ってたよね、だからその整うように KG もシェンも行ったし、うん、なんか俺もそのパッと見た時にああ当たりそうって思ってたらやっぱりそこでぶつかったし、うん、なんかやっぱりそういうなんか用意されてない偶発的なドラマみたいなのが生まれる会場っていうのはねやっぱ素晴らしいなと思うし、だからそれってほんまにバトルでしかできへんと思うし、うん、俺も、うんうん、だからなんかまあ今のみんながとはちょっと違うかもしらんけど、やっぱそういうバトルを見てライブに来てほしいなって思うな、なんかうーん、そのやっぱ俺
ていう MC とか人間知ってもらって、よりなんか近いとこでラップ聞いてほしいなって、なんかそのなんていうか、なんかそのなんかこう、要バトルヘッズは分かってないみたいな意見とかもあったりするけど、なんかそのあの試合終わった後、その会場のみんなの拍手とか、あそこの立って舞台から立って見る感じ見ると、なんかちゃんと自分らが伝えれてないのがほとんどやねんなって。そのこうやってちゃんといいラップしたらちゃんとみんなレスポンスくれんねやみたいな、で言って、あの日も多分70枚ぐらい、梅田も70枚ぐらい、俺もソロ70枚ぐらい売れてみたいな状態で、言ったらその、そうね、そうそう言ったらそんだけ買ってくれんねやみたいな、って思うと、やっぱその捨てたもんじゃないって言い方もちょっと違うけど、なんかいや、バトルヘッズって一括りじゃないなみたいな、そのこの人たち、ね、そうそう、それは全然違う、ほんまに。ここに来てる人たち一人一人その好きな音楽があって、好きなラップがあって、好きなラッパーがおってみたいな。なんかそれ思うと、もっとなんかいいバトルもしたいなって、いいバトルもせなあかんなみたいな風には結構思ったな。そうやな。なんかまあそれこそさっきお便りくれた方は初めて見た。バトルがあるなわけじゃないですか。でもまあ、なんていうかな、そのエキサイティングの種類が違うと思うよね。そのシェンとケージとシンペーターとアルシテっていうのは、なんか全然違う種類のエキサイティングなんで、まあ、そのそれこそ初見の人に与える影響力っていうのは非常に大きいと思うので、まあだから多分その俺もダンジョンとかでハンニャさんとかとやった印象とかがやっぱりすごいいいように広まる瞬間もあったし、逆になんかその小手先でやってる時はすごい悪い印象もあったと思うし、まあ、全部自分の履いてるラップでお客さんはジャッジしてると常に思うから、もうほんま言うてる通り、まあ伝えれてないのがほとんどだとは思うよね、そういう意味で。そうやね、だから、まあもっとライブも音源も、まあそもそもラップってもう頑張らなあかん、頑張りたいなって思わされた日やったね。なんか俺もすごいやっぱり DJ やってただけやけど、まあやっぱりそのバトルって一回引退っていう宣言をしたからには、もう俺はもう一生出ないつもりでそれを覚悟して言ったし、もう出る気も今後なくてほんまに、でそういう風にあの一歩身を引いた瞬間に結構見なくなっちゃってて全然、まあ、あえて近づかないようにしてるっていう感じもあるけど、でもまあそのオファーでやっぱりこういう仕事が来るので、まあこの間の大会ですごい久々にバトルを見たんやけど、なんかやっぱり、まあ、あの舞台は特別すごい力あると思うけど、なんかこうラッパーとしての自分が奮い立たされる瞬間がいっぱいあったから、やっぱいいなと思ったね。いやほんまに、だから結論 UMB いいなやんな。いやすごい、去年も思ったけど、そのいやほんまにすごい、そう最後やっぱりきっちりオーソリティが優勝するっていう ね去年ムートンが優勝して今年はオーソリティが、やっぱほんまきっちり、だからそのソウン君がある年のローワックスに見えたし、オーソリティはやっぱ R に見えたしみたいな、まあ、その決勝もすごい良かったけどね、ガチンコでなんか、いやめっちゃ良かったな、行ったと思ったもんな、そのやっぱどうしてもやっぱ自分はさ、ソウン君近いのもあってさ、そうね、やっぱどうしても関西のラッパーやし、やっぱ応援してしまうというか、それはもうほんまにオーソリティ君には申し訳ないけどみたいな感じで、分かるよ、俺もどっちが勝ってもええねんけど、頼むっていう、気持ちはあったよね、でもすごい、もうどっちもすごかったっす、もうケージもお疲れさんほんま、いやいやとんでもないです、まあ小武道さんの話あんま触れられなかったけど、小武道さんはナタデココとの試合が最高だったな、あの帽子が長取った瞬間にいやハゲ取るやないかってほんまにもうあの人は、でもいい意味でめっちゃマイペースに
いつも通りのラップできてんなと思ったね。そうよね、その気負いすぎず、うん、小室さんやっぱ翌日そのさ化け物のようにぶちかましたさ、翌翌日か3日後か2日後ぶちかました孫悟空をぬるっと倒してるところにやっぱこの人すげえなって思ったね。あ、え、なんかで倒したあれやん、あのライマーズハイ。ああそうなんや、勝ったよ。ライマーズハイの純潔で孫悟空と小武道さんあってその日やっぱ孫悟空キレキレやってんやん、はいはい、でお客さんもそのなんていうんかな、まあまあそのね前々日のそうそうそう情報は知ってるわけですから。そう、うん、いや結構しかもな小堂さん、あ高校やったっけな、まあでもなんかうまいこと話展開して、うん、なんか孫雲くんにそのインフマセヘンみたいな領域の会話持ち出してみたいないややっぱ小堂さんすげえなと思わされたね。へ、うん、え、それは誰が優勝したんでしたっけ。 JJ で小堂さんが決勝でスクービー J と当たって J に負けてんけど、なるほど、なんかその孫悟空倒して J に負けるあたりもなんか小武道さんええなみたいな、わかる、しっかりできてんな、うん、ほんまにかわいいわ小武道さんと思いながら、いやいいですわ、なるほどなるほど、そういう話もあったんですね。ちょっと長くなったんですけど、うん、まあでも UMB ね、まあ今年もそのやっていくみたいなんで、まあぜひ興味ある方は年末あの空気味わってみてください、まあ、年末だけがいいっていうわけじゃないねんけど年末は特にいいんで、そうですね、なんか年末あるなっていうの頭を置いといてもらったら、また大阪で開催とかせえへんかなあ、やってほしいね、うん、そしたら気軽に行けるからね。そうやねほんまにライブラさんぜひ考えといてください。はい、そして翌日、はいはい、翌日が、梅田サイファーの、ワンマンライブ渋谷場所、はい、満員御礼ダブルダブルタブレにてっていう感じだったんですけどね。そうですね、まあはい、ソールドアウトの状態が決まってて、もうみんな疲労困憊の状態でリハーサル入りしたわけなんですけど、まあここその日もな、ほんまにしっかり遅刻してくるね人が。しかもさ、そのなんていうんかな、まあこんな言い方したらあれやけどさ、うん、その主要じゃなかったらまだわかんねや、そのまあ言うて一曲とかね、そうそう、一バスだけ蹴るからっつってちょっと遅れてくるんだ、わかるけど、お前らおらんかったらそもそもリハ始まらんやんけみたいなさ。はい、メンツね、まあはい、メインの方々ですね。そうそう、が2名含まれつつまあまあそこは絶対外す、まあ、あの実際の集合時刻ぐらいには来てくれたんですけどね。そうですね、こっちが結構、俺がねもうあの絶対にその梅田サイファーよく知ってる俺としてはどの角度からどう出てくるかみたいなの分からんから、うん、はいはいはい、かなり早くね集合時間を2時間早く言ってましたね。うん、そしたらぴったりに来るっていう集合、本来入らなあかん時間のやばいな、やばい。まあまあそんなトラブルもありつつスタートしたんですけどね、はい、まあ非常に渋谷ダブルダブルもうのっけからすごいテンションでしたね。乗ってかにゃ損って感じでね、うん、まあ今までの会場の中で一番大きいのと、あとは結構派手な演出ができるって感じだったんで、はい、俺らもそこに向けていろいろと仕組みを作ってみたんですけどね。そうですね、どないだったでしょうって感じですけどね。なんか結構それに対してなんかあったんちゃいます。ちょっと待ってや、あこれや、ね、それこそさっきの、あれさっきの人とまた別かな、靴川さん、一緒の人やね、さっき読んだよね靴川さん、はいはいはい、あ感想がまとまらないので2つに分けて送ります、うん、東京ワンマンの感想なのですが、ずっと楽しみにしていてやっと初めて梅田サイファーのライブに行けるとワクワクでした、はいはいはい、暗転して皆さんが立ち位置に立った瞬間、人数の多さと真っ黒の影にビビりましたロングコートにタートルネックのケイジさん、バチバチにかっこよかったです、はい、ザース、ジャペリオットの皆さんも見れて嬉しかったです、うん、ライブ終わってからブラックペッパーミルが頭の中でずっと流れています。うん、梅田ナイトフィーバー19の MV 先行公開が応援上映のようで、みんなで盛り上がれてとても楽しかったです
応援上映っていうのがあるんですね、なるほどなるほど。いろんな裏話も聞けて楽しかったのですが、 KD さんのソロの That's It の制作秘話をもっと聞きたいなと思いました。はい、That's It。 まあでもそのまあでもペコヤンが言った通り、その出だしのねペコヤンがその衣装揃えようやみたいなさ、はい、提案してくれて結構大成功やったね、この感じ見ると。うん、なんかねそう、うん、最初みんなでどんな感じでいきますみたいなのがあって、はいはい、なんか結構黒ずくめいけてんじゃねえかみたいな思ってやってみたんですけどね、うんうん、今回初めて。かっこよかったんじゃないですか、ちょっと見れてないんで分かんないですけど。いや、よかったんちゃいますかね、かなり、うん、なんかあの結構感性的にはおーみたいな感じでしたもんね。わわーみたいな、わーきゃーみたいな、うん、うん、しかもあれちゃう、結構そのみんなファンクも前日に服一緒に買いに行ったし、へえ、あ前々日か、全然、うん、UIMB の前の日にお互い東京にもおって昼ぐらいに合流して、そこで買ったんや。そうそう、ファンク服の買い方面白くてさ、うん、基本ファンクってめんどくさがり屋さんやん。そうやな。ほんで1軒目でさ、なんかダウンジャケット店員さんに着せられてんやん、うん、でも明らかに、そう黒色の明らかにさ、うん、ちょっとサイズがパツパツみたいなダウンジャケットやってんやん。はいはいはい。でそしたらこれでいいですみたいなこと言い出して、ほんでいやいやいやみたいな、サイズ合ってないし、なんかそのデザインとかもあんまおもろい、そのライブ用の感じじゃなかったんやん、うん、まあ普段着るには別に普通やけどみたいな、その派手さとかもなくてみたいな、うん、で俺が店員さんに、まあ、とりあえずちょっと一緒に見て回るんでみたいな、また来るかもしれないですみたいなこと伝えて、うん、でファンクに なんで俺にあれでっつったみたいな、私めんどくさいからみたいな言い出して、いやいやもうこれでいいやってなっちゃってたってね。いやいやもうちょっとなんか悩もうやみたいな話して、うんうんうん、でアディダス、その下がさアディダスのトラックパンツやったからさ、はははアディダス行ってもうセットアップかっこいいやん、 B ボーイっぽくてみたいな話になって、アディダスのセットアップにしてんけどみたいな、へえ、そういう流れやったよね。そうそう、で靴もなんか金ピカのそこで見つけて買ってたね、金ピカの、そうこれめっちゃ、これめっちゃいいやんファンクっつって、金ピカいいっすねっつって、その前にも買ってたよ靴ナイキで、へえ、そっちにするみたいに出てんけど、なんか俺はそのいやアディダスセットアップやねんからと思いながら、靴ナイキって荒れちゃうと言ったけど、うん、でもめんどくさいんでいいですみたいな言ってたけど、結局はやったやん。そう結局その金ピカファンが気に入ったみたいで、はいはいはい、2足買ってはったな。へえー、いいね。俺はもうあれですね、トラカスの PV で着てたのをそのまんま着てみたいな。心の。そう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 。作ってもらったやつですね、実は。あ、そうか言ってたね。そうそうそう、心が作ってくれて、うん、で商品化してくれるという感じでした。はい、すごいサポーテッドバイ心やな。そう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 、ありがたかったですけどね。まあまあそんな黒ずくめで現れて、はい、東京場所はでもやっぱりそのね女性が非常に多かったですね、お客さん。うん、さあ他の場所どうやったかな、男性。まあでもまずそもそもの人数が2倍とかなんで、他の会場に比べると2倍3倍とかなんで、あのちょっとどれぐらいの比率になってたかっていう他の会場は分かんないですけど、でもめっちゃ多かったです。その多分今までやってる中で一番女性の客層が多かったです。なんかやっぱワンマンになると女性の方来てくれはるかな、うん、なんかバトルの現場とか行くとさ、そうだから前日さもう男祭りやったやんか、やばかったよね UAB の物販、ほんまにもう、まあその言い方あれやけどほんま男やなみたいな、そう男みたいな、2ヶ月ぐらいまで2ヶ月前まで野球部してましたみたいな、これいっぱいおったよな、ね、いっぱい、やっぱりその若い子も多いし、うん、で女性の比率でいうとほんまに8対2とかより少ないんちゃうかな、ほんまに8.5 対 1.5 ぐらいの割合じゃないかな UMB は。マジでいやほんまにもうなんか面白かったな、曲は逆に。いや面白かったね、うん、まあでもその梅田の
ワンマンは7、7、3は言い過ぎや、6、4ぐらいで女性やったんじゃないですかね。うん、もっと、いやでもそんなもんか。6.5対3で、まあでも6割以上は多分女性だったんですけど。なのでなんかそのラップしててこう、なんていうかな、自分がバースの歌う、まあ、特に知られてる曲に関してはこうバースを歌ったらキャーみたいなことってあんまりないじゃないですか、普段。ないですね。それがなんかね、1曲目トラボルトカスタムでいきなりもうみんなキャーみたいな感じになってて、うんうん、あとさっき言ってた上映会の時とかキャーみたいな、その人が出てくるために、はい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 、なんかあの感じはやっぱりちょっと今まで、で今年、去年か、去年1年間通してあの俺らが行き着いた一つの到達点ではある気がする。なんなんそれ、え、そんなそんな思ってたんや。いやだってそのさ、はい、いやその何、マジハイ出す前に梅田サイファーでライブ、なんかその痛みでやったって言ってたやんか、その時の話とか聞いてるとさ、いや考えられへんっていうかさ、その話が。いやでもでもペコやん、その時来てくれてた女の子、うんうん、ワンマン来てて、はいはい、俺結構なんかその帰ってきて正月なんか、うん、それこそ正月ちょっと旅行行っててんけど、その行き見てなんか、うん、そういうこと考えてて、うん、なんかほんまにそのなんていうかな、なんか彼女に次会ったらもっとちゃんとお礼言おうと思ったな。あーそうよね、まあでも、まあ、もちろんそのずっといてくれてる方にはもう感謝しかないんやけど、うん、なんかまあやっぱりその1年間の中でもちろん自分の中で目標を立てて今年はこういう風にやっていこうみたいなとかあるけど、はい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 、ちょっとやっぱあの感じまで到達するとは思ってなかったというか、うん、うん、なんかその、まあ、WWW も最初その KG と話してた時にどうやろうなみたいな話は最初したと思うし、うん、いやみんな結構懐疑的やったもんな、結構やっぱりそのしんどくないかみたいな感じはあったし、うん、うん、まあだからね、いろんなことにまあ、トライする前にちょっとっていう風なマインドやったのが、今は結構ねその去年1年間の活動で、まあ、そのできる限りトライしていこうっていうマインドに変えれたのは大きかったかなと思いますね、このツアー通して。うんうんうん、まあだからそうやね、なんか、うん、1年ですごいいっぱい知ってもらったというか、うんうん、なんかそのおごってるわけではないねんけど、はい、そのなんかじゃあこの1年で自分たちがなんかめっちゃその何、例えば、何でもいいけどおしゃれになったかとか、うん、めっちゃラップが上手くなったかとか、うん、めっちゃトラックメイクが上手くなったかとか、うんうん、あとなんかそのなんていうかな、なんか外部の、プッシュしてくれるレーベルとか、 なんかプロモーションチームとかついたかとか、そういうわけじゃないというか、ないからね、うん、そうそう、ただそのなんかやっぱあのいい曲作っていい PV 作っていいライブするっていう、なんかそのすごいベーシックなことだけ、うん、したらそれだけでいいんやっていうのはすごい自分の中で実感した1年というか、うんうんうん、あとやっぱそのなんていうかな、まあ、これはすごいお客さんとかには関係ないし、なんかお客さんのことを無視した意見かもしらんけど、うん、リスナーの人たちをやっぱ自分たちが一番満喫で楽しめる場所でやるっていうのがすごい重要やなっていう、うん、そうやな、うん、そうそう、結局その例えばじゃあ今まあ、週末例えば土曜日サイファー毎週しようやっつっても多分みんなそんな楽しめへんと思うねや、うん、そこそこは楽しいと思うねんけど、うん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 、でもあそこの舞台の上って多分みんなその終わった後とかライブ中のやっぱ顔とか見てたら、なんか友達としてこんな嬉しそうなこの人ら、見た久しぶりやなって俺思って、うん、まあ、やっぱ達成感がね、うん、そのサイファーとかとは全然また違うというかね、うん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 、当たり前ですけど、うん、8体とかこのツアーは特にそうやけど、まあほんまに一つ大きい山越えたったみたいな達成感がやっぱりみんなにあるから、
その分次どの山登ろうかっていう気分になっているし、いやそうやね、うん、モチベーションアップにもつながるし、うんうん、とにかくいいことしかないというね、うん、いやほんまそうやでな、ね、素晴らしい、うんうん、やってよかったなってその思いましたね。なんか打ち上げ、まあ、ライブもそうやし打ち上げも含めて、うん、はいはいはい、そうですね、死ぬほどうまい焼肉食うてね、いいですね。いや、まあ、いろんな感想をいただいてるんでね、これ全部読んでいきたいですけどね、まあ、さっきなんかねブラックペッパーミルずっと流れてるみたいな話を言ってくださってましたけど、はい、なんかそうやって過去の曲をねこうやってまた掘り返すタイミングになっていただいてるのも非常にいいなと思いましたね。あのすごいいいお便り1個来てて読んでいい？言っとこう、ケイジさんペコさんこんばんは。はい、12月29のワンマン最高でした。チェチェイ、初っ端から黒ずくめで、勢ぞろいして登場したのは皆さん本当にかっこよすぎて鼻血が出そうでした。はい、口から音源でおなじみの梅田サイファーですが、生で見たらラップがうますぎてどぎも抜かれました。しえこれ、お客さんみんなで出来たて MV を見ることができたのも最高な演出でした。そうね、よかったよね、あれ、うん、うん、私はヒップホップをはじめ音楽が大好きで、うん、フェスとかライブが生きがいな感じで生きていましたが、ここ10年くらい海外転勤やら出産、はい、子育てやらで全然ライブというものに行けてなかったので、うん、梅田のワンマンで久々に自分を取り戻せて最高に幸せでした。いいですね、ありがとうございます。子供を夫に預けていくのは少し申し訳ない気持ちでしたが、夫に聞いてみたらどうやら妻が楽しんで生きている方が嬉しいらしいので、2020年からはガンガンライブを見に行くことにします。で、4歳の娘が無心で踊っていたのが面白かったので、よかったら見てください。髪ボサボサですいません。幼子の心にも響く梅田サイファー最高です。なんか動画がついてるのかね、エスパーマミコさんですね、ありがとうございます。いや嬉しいね、こういう主婦にも優しい梅田サイファー、うん、結構ねいらしてくださってて、子連れの方もいたりとか、はい。いいな、見てる今。 いいよ、素晴らしいよ。なんかあの楽しさがあんま感じるへんダンスというか、楽しい無心やから、ね、無心やな、なんか本能が、うん、しかも KG の梅田ナイトフィーバーのバースでこう、はい、何ダンスっていうかね、これなんて言ったらいいかな、かわいい、最後まで見て、最後すごい笑顔で、はい、いいね、いいね、うん、ほんまに子連れで来ていただけてもいただいても大丈夫なライブだと思います僕らは。あ、そうそう、結構その梅田サイファーは俺も結構思うけど、そのなんていうかな、ほんまに肩肘張らずに聞けるというか、うん、うん、なんかそういう場所であったらいいし、そういうその場所にしときたいなと思うんですね、自分も含めて。そうですね、うん、うん、なんか、うん、なんかそれも逆にヒップホップなんかなとも思うし、うん、なんかもっとヒップホップってほんま身近にあるもんやと、身近に あって今やと思うねん。そのちょっとヒップホップって異世界観なんか日本じゃまだあるというか。そうやね、うん、なんか俺もっとそのこんな言い方したらあれかもしらんけど、なんか地元のクラブにみんな行くみたいなぐらいまで行ったらええなってめっちゃ思うな、うん、そのちょっと話変わんねんけど、うん、去年キャンプフェスみたいな初めて行ってんやん、はいはいはい、そこってさもう言ったら子供もいっぱいおって、うん、でそれこそブギマルさんとか出てはって、あのブギマルさんのバンド、はい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 、何だっけ、やってはるやん、ブギマルとデベソ、デベソ、うん、そうやってて、それとかその子供とかがこう聞いて踊ったりしてんねやん、うん、それ見てはめっちゃええなと思って、なんか、はい、うん、そういうのをその例えばもっとほんまはストンプとか、うん、まあ、コンパスとかでできたらいいなってなんか思ったから、うん、やし、じゃあそのまあそういうヒップホップじゃないっていう論争する人たちが大好きなアメリカじゃどうかっつったら、多分例えばロジックのライブやったら子供がステージ上がってるし、
うん、で多分地元のちっちゃなクラブにも多分もっと子供とかお母さんとか家族とで遊びに行ってると思うねや、はい、危ないところもあると思うねんけど、まあそのまあ、うん、そのね、あのお国の事情も全然違うとは思うけれど、まあ、もう少しね、うんうん、その市民権がある音楽になってもいいかなと俺も思うね、うんうん、だからその別にそれが俺らにはなりたいとも思うし、そうじゃない人がそうなってもいいと思うし、うん、やっぱその好きな音楽が好きな同士で集まって好きな音楽聴きながらダンス踊るって、うん、結構他に何も他にない多幸感というか、そうやな、うん、そう、なんかその スターウォーズ初日行ってさ、はいはい、下からこう文字がせり上がってきた瞬間のわーみたいなさ、とかマーベル初日行った時のさ、あの感じ、そのほんまに好き同士が集まってその興奮を共有し合うってめっちゃハッピーなことやと思うねや。そうね、だからまあヒップホップはそこがもうちょっとクールな音楽ではあるもんね今まだ。そう多分そう、まだそこをね、その梅田サイファーはなだらかにしていきましょう。そうやね、スラロープ作りましょう。ねもう今の時点で2時間いっちゃったんで、これベストなんとかちょっと後日でもいいですか。はい、全然いいっすよ、全然いいっすよ。じゃあとりあえず今回ここまでで前編としまして、残りのお便り読みつつ次の回やりたいんですけど、ちょっと最後に1個だけ読んでいいですかね。はい、読んでください。ちょっと前にねアマチュアラジオの、はい、イラストを描いてくださった方、何だっけ、み緑ちゃうな、リドミさん、リドミさん、はい、からですね届いてます。お、すごいごめんなさい、少し遅い挨拶ですが明けましておめでとうございます。ことよろ、去年何気なく書いたアマチュアラジオのイラストをツイートしたらお二人からコメントをいただけた上に、それを気にいろんな人に見ていただけてとても嬉しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそです。お二人にご相談なのですが、お二人や梅田サイファーの皆さんは、名前をってことかな、お名前をどうやって決めたのでしょうか。私はイラストやタイポグラフィーなどをちまちまと制作しているのですが、制作物を載せていただきたいときに名前も明記していただけることがあるのですが、その名前で非常に悩みます。活動する上での名前は決めておらず、本名である緑をミドとかリドミとかミ星とか気分でもじっているのですが、そろそろ決めたいなという心境です。はい、今まで友人からあまり名前で呼ばれてこなかったことからも、緑と呼ばれたい欲から本名にすっかという気持ちと本名で演歌という気持ちが交互に押し寄せるので、ここ数ヶ月悩んでいます。くだらないお話ですいません、ぜひ相談に乗ってください。2月の追加公演楽しみにしてます、という最後のみどりさんのやつなんですけど、はい、みどりさんちなみにステッカー作っていいという許可をいただいたんで、お、作りましょうよ。はい、それをちょっと今後アマチュアラジオのお便り読まれた人の中から抽選で何かつけてプレゼントにしようかなって今年は考えてます。お、はい、なので住所とかを載せてくださいっていうのはそういうことでしたっていう、めっちゃ遅い告知、いいですね。はい、まあ、ちょっとそのいろいろ今後やっていきますので、ひとまずステッカー制作はさせていただきたいんですけど、はい、まあ、そのステッカーの制作者名前を決めようじゃないかというお話です。はい、どうですか、リドミさんなんですけど今のところ。いや、でもなんかその本名の緑って結構綺麗な名前やから、そのまま緑で言うような気するけどな。ねえ、緑すごいいい名前ですよ。ちょっとあれですけど、本名なので言えないですけど、ね、
感じもねすごい綺麗な感じで美しい感じでね、うん、いいと思いますけどね緑、うん、あとリドミもでも結構俺好きね。そうやね、なんかその異国なんかあのファンタジーな感じするよね、うん、リドミってだからなんかもじるとしたらそのリドミがいいと思うな。うん、でもまあもじらんでもいいんちゃうかな。うん、別に本名で言うて俺とかもその本名発展型の MC やから。そうやな。えペコやんさ、もし今からラップするってやったらペコって名乗る？実はね、はい、2020年ほんまに改名しようかなって考えてるんですよ。おマジで？すげえその話おもろ。はいはい聞かして。理由はいくつかあるんですけど、はい、なんかなんていうかな、こうあまりにそれで呼ばれすぎて慣れてて自分で他の名前つけるのすごい違和感があるんで、うん、はいはいはい、ずっとつけるかつけないか悩んでる時期が2年ぐらいあったんですけど、結構意外よ、はい、そうそう、なんせね未だに、うん、まあ、それ俺が実力不足なんですけど、うん、マジで入ってあんだけヒット飛ばした曲で PEKO ってはっきり言ってんのに、あーはい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 、 PECO にされるとか、はい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 、普通に未だにあって、あとなんていうかな、同じ業界で同じ名前の人が何名かいらっしゃったりとかして、CO の方それとも KO で、KO の方でですね。あ、違反ねや。いますね。で、まあそれは昔から知ってて、でもお会いしたことなくて、うん、はい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 。でももうこんだけ呼ばれてるし、なんでこのタイミングなんかなみたいなところはいろいろあるんですけど、まあ幸いね、僕はあのグループでいろいろ出してるんですけど、はいはい。なんかソロでその大きくまとまったものを公式にリリースしてるものってないんですよ。そうですね、はい。まあそれを出すタイミングで変えようかなと思ってて。すごいその話。ただ悩んでる段階なんで、うん、ほんまに変えるかどうかは分かんないんで、普通に俺の名前でいくかもしれない、このままでいくかもしれないです。はい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 。まあ、悩んでる理由はいろいろあるんですけど、まあそうですね、そんな感じです。でなんかそのやっぱりね、本名は呼ばれ慣れてるからすごいいいと思いますけどね。うん、違和感ないやんか。例えば、はい、まあ、前もちょっと喋ったかもしれないけど、俺最初 DJ の名前つけるときにいろいろ DJ の名前考えたよね、はい、でこう英単語2つがかっこいいかなみたいなんで、なんとかなんとかみたいな組み合わせですごいいろいろ作ったんですけど、その時こう想定してこうなんとかって呼ばれるの、やっぱりなんかそれで呼ばれる自分がなんか、あ、結構耐えられないなっていう感情をもうその練習段階で思ってしまって諦めたよね最初は。はいはいはい、はい、だから本名はそういう点で言うとなんか呼ばれて違和感ないからいいと思いますね。はい、俺もね特にあのまあ C って言えば、うん、例えばその緑さんもし緑って名乗るのやったら、うんうん、多分次にその困ってくんのは例えばその他の緑さん、緑って多分世の中たくさんそのネーム持ってる人がおるから、はいはいはい、そことバッティングして例えば検索とかになかなか引っかからんアーティストというかそのデザイナーになってしまったりとか、はい、だからその名前の希少性がないせいで自分かどうか分かれへんっていうその判断のつきにくさみたいな、うん、あのとこに落ちてしまう可能性はあるんかなと思うから。確かに。もしやんやったらその緑なんかそのなんかちょっともじるとか、うん、なんか緑なんか難しいな、そのなんだろう、なんかもうフルネーム丸々でいくとか小松義弘みたいな感じで、なんかその緑だけやと俺のその KG もそうやねんけど、うん、KZ だけやとすごいその視認性悪いというかいろんな KZ がおって、だからそのさっき俺が悩んでる一つの理由と一緒やな。あ、そう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 、うん、でもまあペコっ
ってまださ多分その緑とか KZ に比べるとまだ希少性あるかなと思うねや。まあ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 、まあ、確かに。そうそう、だからファンクとかいいよな。ファンクってファンクだけやん意外とな。そうそうそう、意外とっていうか、まあ、そのひらがなファンクって多分めっちゃ少ないと思うねや。確かに、うん、そうそう、だからまあ土井健とかも結構早い段階で変えたからあれして、うん、そうそう、ほんで R とかもさ、その今じゃあ RC ってなるかさ絶対名乗らんって言うやん。だからそういう意味ではそのやっぱ名前つける上で、まあ、そのアーティストとして何かしら表現するんやったらすぐにその人にたどり着く名前っていうところと、うん、あとやっぱその何、まあ、ダサくないというか、はいはい、後々後悔しない、後々その、そうそうそう、照れない名前の方がいいような気はするけどな。なんか俺は後々照れへんけどすぐたどり着かんくてみたいな。うん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 、じゃあ結構そのポケモンっぽくなるけど一つ俺が考えた、はいはいはい、その本名を生かした名前一個、うん、聞かして。はい、うん、耳緑どうですか。耳緑なんか、なんか耳でかそうやな。そう、耳っていうとな、どうしてもそっちが入ってきちゃうとは思うねんけど、うん、だミーのミーみたいな、あーミーミー緑みたいな、あそれこそ緑ミとかでいいんじゃん。おお、緑ミ挟む系ね、いいね、うん、ちょっと検索してみるわ。緑海ってないんちゃう、さすがに。なんか結構あるぞ。マジで、なんかアニメっぽいのが出てきたな、検索で。あ、ほんまやな。あ、なんか作者でいるな、なんかの作者やな。いやもうあれちゃう、なんか、あでもどうなんかな、なんかその何デザイナー緑とか、あ役職頭につけるとか、デザイナー緑ちょっとでもなんか座りあれやな。せやんな。でもまあこのなんかな、その名前言ったらあれかもしらんけど、すごいなんていうかな、名前かっこいいから、全体のその名字も含めた名前そのまま言ったらいいような気もするけどな。そうやな、かっこいいよな。うん、かっこいいと思う。しかもさ、その名字とも、その緑ってのが名字にもちょっとかかっててさ。そうやな。うん、でその名字の最後の文字と緑の組み合わせとかもかっこいいね。あ、そうやね、うん、うん、ちょ言われへんけど。うん、うん、いや結構いい候補出したんじゃん。そうか、もしくはあれちゃう、そのなんか緑を、かけてグリーン、はい、グリーン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 ピース、グリーンか、まあこの漢字の特性を生かして英訳するっていうこのパターン。あー確かに、そのいいな、グリーン、うーんみたいな。うーん、じゃあね、これ結構そういうのできるよな。できると思う、これ。ああ、なるほどな、英語にすると。あー、なるほどなるほど、言われへんな、あ言われへんな、うん、そうそう、ちょっと名前引っかかってまうか。それかなんか好きな食べ物とかでもええと思うけどな。ラーメンとか、ラーメンとか、あのあれちゃありきたりやから、もうちょっとこうなんか何絞った感じの。ラーメンになんちゃら緑、ラーメン緑とかさ、あ、いいや。適当だってきてる。あかんねん、緑さん方向になってきてるわ。いやでも俺は緑、もしくはもうフルネーム、うん、本名を全部入れる感じの方がええんちゃうかなっていう、うん、特にさデザイナーさんとかさ、まあ、イラストとかやってはんねやったら、うんうん、そのラッパーとかやったらさすがに本名ってなったらちょっとそのなんていうん、小松よしひろとかさ、うん、みたいな、そのラッパーと本名ってちょっとなんかそのニュアンス遠いというか、
さあな、だから難しいけどさ、うんうん、それこそイラストレーターとかそのデザイナータイポグラフィーとかやる人は別に本名でもいいような気もすんねや。そうやな、うん、なんかすごい本名いなさそうですけどね。確かにひらがなでとかそれこそいないっすね。 っていうかまあ検索した感じ多分いない。メグさんってなんて何やってる？遠谷メグ。あ、本名か。うん、あとねその、うん、俺今ちょっとその本名の方をこうあれでローマ字でやってみたんですけど、うん、ローマ字でスペース開けずに検索してみたんですけど何も引っかからないですね。無敵やん。これ結構すごいなと思って。俺は知らん。俺結構引っかかった。引っかかるな、うん、俺も引っかかんのよ。え、てかこれすごいな、ほんまに。え、何も引っかからんねんけど。え、一致する情報が見つかりませんになんねん。え、めっちゃやばいやん。え、やってみて、スペース開けずにな。すごお前。え、絶対これでいくべきやろ。ローマ字でスペース開けずに本名でフルネームでいくと Google 検索に何も引っかからないですよ。すごいなそれ。ってことは逆にもうそれで始めたらはいドンで一発でたどり着けるわけでしょ。めちゃめちゃやばくないこれ。お前の梅田サイファーことごとく引っかかんな。引っかかるやろ。うん、話ならんな。そう、なんか工夫したら引っかからんようにできると思うけど、そのやばやばいで。何ガが引っかからんかった。珍しいからな確かに。もうひろゆき引っかからず。珍しいからな。ほんま、いやだっていや珍しいと思ってさ、久松隼人も検索してんけどさ、うん、全然久松隼人引っかかって、うおいひろゆきすごいな。すごい。え、だから結構レアやと思う。コーラも引っかからんのじゃん。珍しいもんな。いや引っかかったわ。へえ。面白い。あのコーラが引っかかった理由は、うん、文章の中にそうだ湯が沸けばってなってて。なるほど。そうだ湯がで引っかかってる。ガすげえな。すごい、うん。ラードはどうやろう。どっちの完全に言うてもてる。いやかんだなと思う。え、大丈夫やろそんなもん、うん、本名なんか。え、誰か、あ、小武道さんなんか腐らせかかりそうやな。まあでもだから希少ですよ。だからそういう意味で言うと、いや絶対それで行くべきやわ、うん、しかもかっこいいしな。なんかそのみんな結構別にかっこよくないねんけど、そのさっきからいろんな人やっててかっこいいねんな。並びがあのやっぱりバランス的にそうやな。いいな、めっちゃ。いやめっちゃいいと思うほんまに。決定やわ、みどりちゃん。みどりちゃんだから。それでいきましょう。え、男の人ちゃうの？絶対女性やんの？多分そうちゃうかな。そのイラストのタッチの雰囲気とか見る限り。うん、ぜひぜひちょっとお願いできればと思いますね。やったろ。ほんまにちょっと候補にお願いします。ぶちかましたろ。はい、いやよかった。なんか俺らがすっきりした。うん。だから次この人ワンマン来はるってノートも追加後に楽しみにしてますっておっしゃられてるから。そうなんですよ。ちょっとあの所在地は言えないですけど、見ていただいたら分かる通りなんでね、お話できればと思います。結局最終的に何されたか聞きたいですね。そうやね。てかまああの多分ステッカーをその制作するときに協力いただく形にはなるんで、 その時にネーミング載せる形にはなると思うんで。そうですね。ぜひそこでどうしよう。これで全く関係ないそのなんかたくわん和尚とかわけわからん名前になってたら。そしたらちょっとあのアフターパーティーでどういうことなんていうのをちょっと一回問い詰める必要が出てきますね。
そうやんな、その俺らのネーミングセンスのなんか悪さの結果みたいになってくるもんな。いやほんまに、いやでもよかったこれ今日決めれて。そうっすね、はい。こんなもんすか。とりあえず今回はちょっとここまでにして、じゃあ次ね2019年のベストアルバム発表になるんですけど、たくさんこれだけちょっと俺読んでいい？はいどうぞ。ラジオネーム仮面持ちさんから、はい、その前回ポーランド話したやん、あ知ってる、なんかポー書いてくれた人の、あ見ました見ました、俺が適当にポー言ったら、実際に書いてくれてね、うん、はい。ポーランドは北海道みたいなところで美味しいものがたくさんありました。へ、物価が日本の30分の1で、でもしっかりヨーロッパでした。はいはいはい、日本の30分の1、めっちゃ安いやん。やばいやん。へえ。英語もほぼ分からずの一人旅でしたが、電車で国境を越えたりといろいろなことに挑戦し、無事帰ってくることができ、自己肯定感爆上げの旅になりました。拍手。最高や。よかったや。目が一つでモフモフのポーを見つけることは残念ながらできませんでしたが、目が二つで悪そうな見た目のポーの親戚はベルリンにいましたよ。そこで質問のですが、梅田サイファーにも何かキャラクターがいたりしますか？もしいなかったらどんなものを生み出しますか？何やろうな。まずひとまずそのポーのね、あのイラストを描いてくださったのはかなこさんという方です。 はい、ありがとうございます。めっちゃ可愛いイラストを描いてくれてね、これちょっと商品化を今年目指したいですね。やろうや、あの T シャツとかタオルとか、いやあれやろ、あのちょっとタオルっていうかその体洗う作ろうや、ポーで体、なんかキーホルダーとかやったらマジで作れそうやけどな、うん、そのたわしとかになってくるとちょっと作られへんかな、わかんない、ちょっと探してみようか業者。おもろ、たわし言ったらヒップホップアーティストおらんのじゃん、たわしっていうかそのボディタオル、ボディタオルじゃ何ていうかな、何やろこれ、死んだポーの設定で、いやでもいいですねポー、ありがとうございます、かなこさん。あの予想通りのキャラクターが、いやそうちゃんとできて、緑色も俺思ってたんでバッチリです。可愛いなこれポ。可愛いな、なんかにし、これポーステッカーもじゃあ作りたいですね。なんかでもいやポーはやっぱあれちゃう、立体物の方がいいんちゃう。なんかこう布教させたくない。させたポー。せっかく産んでもらったキャラクター、アマチュアラジオ初のキャラクターですからねこれ。確かに公式キャラクター、公式キャラクターポー。ありがとうかなこさん、うん、ついに生まれたわ、うん、ほんまに。でね、カメムシさん北海道みたいなところだったということで、お帰り無事に。一人で、すごいな、もう俺らより上ちゃう。一人で海外旅行行ったことあります？ないよ。いやもう完全カメムシさん俺らよりも上位やわ。上位やな。うん、でそのカメムシさんが写真を載せてくれてて、これもなんかラジオに貼り付けれたらね、あのポーの似顔絵と一緒に載せてもらえたらと思うんですけどね。そやな、すごいこのなんていうか、アイムソウルって書いてるな。これでもあれよね、パックマンかなんかの、多分そやな、パックマンっぽさはあんね、キャラクターなんだろうけど、まあでも確かにあのポー感もあるね。ある、なんかそのあれやな、あのウーパールーパーってさ、なんか何匹に1匹だけ、あれってさ、そのおたまじゃくしみたいらしいな、うん、知ってる？その、はいはいはい、成虫というか生態になんねやろ、ポーの生態にしようやこれが。あ、なるほどなるほど、うん、5万匹に1匹生態になるっていうポーは。レアポーね、こっちが。レアポー。なるほどなるほど。あのあれ、ポーランド中でも2人ぐらいしか見たことないっていう。結構レアなもん見つけたな、カメムシさん、うん。94歳のじいちゃんしか見たことない。94歳のじいちゃんが3歳の時に海岸で死んでる生態のポーを見つけたみたいな。その時ポーランド中で号外飛び回ったみたいな。なるほどね。うん、200年ぶりに見つかったみたいな生態のポー。ちょっとやっぱりおどろおどろしさもあるし、そうやね、でかさも結構でかいからね、うん、こいつ、うん、
でかい。いいですよ。しかもなんか崩れていってんもんな。あ、ちょっとやっぱりその体があれやろな、耐えきられへんやろな進化に。うん、うん、限界感じるわ。目の悲しさ、物の悲しさもあんもんな。なんか遠くを見てるな、うん、そう、未来なのかもしれない、見てるの。なんか全てを伝えようとしてるな、この瞳で、うん、ラストのワンシーンまでって感じやな。ほんまに可愛いな。可愛いやつやで。で、なんか何かキャラクターがいたりしますかっていうのはね、初誕生で2匹も来ましたね。ポーとレアポー、うん、ついにこれ梅田サイファーのキャラクター出たらあれですけど、アマチュアラジオのキャラクターできたと。そうですね、梅田サイファーにはもうキャラクターいっぱいいます。いますけど、ね、ウィルスワックガガやろ。そう、梅田サイファー切ってのウィルスワックガガ。まあファンクも結構キャラクター的な時あるしな。コブドさんもあるしな。うん、もうコペルもテイクもてか、でも結構全部じゃない。確かに。なんか俺と土井健と KG は結構人間っぽいっていうか。土井健もでも顔結構なんていうかな、結構きてない。でもなんかキャラ要素あんまなくない、土井健って。そのなんていうの、でも土井健やっぱごぼうの妖怪っていうさ。まあ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 元はね、出自は、うん。あと何やったっけ、なんかもう一個あってんけど、何やったっけな、ごぼうの妖怪と、なんちゃらのゲバラ、何やったっけ。あ、忘れた、なんか言ってて、何やったっけ、土井健今度聞こう、なんちゃらのゲバラっつっててんな。うん、ごぼうのでもなんか多分姿勢やろな、土井健結構なんかそのラップに対してその表舞台立ってる時めっちゃストイックっていうかさ、なんか梅田サイファーの中で結構いじられてたりするけど、うんうん、表舞台立つ時なんかキリッとしてるから人間っぽいっちゅうか。確かに。だからテイクとか結構なんかそのにイラスト描かれたりしてるやんか、うん、なんかそのほんまにテレビから出てきた感みたいなのあるよね。ある。だからなんかそうやな、これはキャラクターで言うと、だからテイク、ファンク、コブドウさん、ガガ、コペル、ここら辺はキャラクターっぽいかな俺的には。でもなんかそういう公式キャラクターみたいな作ります？作りましょう、梅田サイファー。でもなんか俺あのさ、女子高生とか昔つけてたさ、ゴムでできてる気持ち悪い人形分かるわ、なんかビヨンビヨンビヨンってなる、うん、あれのガガ作りたいな。あれなんていう人形なんやろ。それさ、うん、何あのネバネバするというか、ネバネバするというか、こうなんか伸びるやつ、ちょっとないかな、ゴム気持ち悪い人形で今調べてんけど、めっちゃなんか出てきそうで出てけへんな。あれなんなんやろ、ゴムの人形謎やん。これちょ送るわ、これよ、これこれのこれってか、もうこれガガやんっていう、それと送んね、これよこれ、よいしょ、ちっちゃいかな、届いた、こんなんあった、あってんあってん、昔結構その女子高生とかカバンにつけてて、これなんていう人形なんやろ、これもうそのまま全然見たことない、そのまんまガガちゃう、これ死にかけ人形。知らんわ、お前ネーミングが死にかけ人形なのか、はいはい、死にかけ人形。じゃあこれを、まあでもこれコスト高さやな。いやでもこれもうこのまんまでガガって言っていけそうな気するけどな。まあ売れそう、メガネさえかけたら、うん、この前ガガ死にかけてたしちょうどいいんじゃん。いやほんまよう生きとったでな。いやほんまに、いやマジでな、ガガ俺結構早死んでまうと思うんや正直。やめろやめろ。いや違う、だってあいつさ知ってる、ずっとコンビニ飯か外食つけ麺とか食ってんねやん。まあまあね、うん、踏んでもう車んなんかそのなんていうん、車ん中でさ、うん、寝たりさ、うん、いたらもうそのなんていうかな、体をいたわること全くしてないというか、うん、マジでガガ早くその嫁はん見つけなあかんなと思うな、うん、いやほんま食生活とかそのガガのこと注意してあげれる子、うん、
と出会わんとほんまにその言った居眠り運転とかも多分集中力の不注意とかそうやし、うん、俺結構ガガやばい気がすんねんな。まあでもマインドちゃやっぱ最終。いやまあまあでもなんかさやっぱそのまあファンクとかさやさやっぱのんちゃんと出会ってそのなんていうん、はいはい、大きく変わったわけやん。そういう意味でやっぱ自分もそうやけどさやっぱその何出会うやっぱ女性に変えられることって多いと思うねや、うん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 、だからガガにぜひその幸せなんかいい人というかちょっとガガ見つけてほしいなって思うけどな。まあまだちょっと遠いとは思うんでとりあえず自分でいたわれっていうのはねまあまずありますけどね。だってさワンマンの時もあの大阪のワンマンのアフターの時も倒れたりさ、うん、結構なんか怖って思う瞬間が多くてさ、へえ、一回コーラと名古屋で2人飲んでる時も倒れて救急車運んでみたいな、うん、そう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 、まあでもだい、まあでもねほんまにあの健康第一が今の梅田サイファーに求められてるミッションなんで2020年は健康第一っていう、そうね、うん、ほんまにことは考えてますからね。ランニング しだしましょう。はい、まあ俺もついにパワーブリーズ、何それ、注文 しましたよ。何のパワーブリーズって、なんかねこうビーズの稲葉が使ってる肺活量トレーニングする、あすごい、数筋トレって書いてる、何これ、そうそう、何これ、バリカンみたいな、何これ、なんかねその肺活量を鍛えるアイテムらしいんですけど、へえ、稲葉が使ってんの、稲葉が使ってる、稲葉が使ってるって、ビーズの稲葉さんが使ってるって聞いただけですごいって気になるな、ビーズの稲葉さんすげえ、そう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 。まあでもなんかその結構いろんな各所で、えどれ買ったん、なんか超重負荷、重負荷、標準負荷、何色買った、標準、緑、標準じゃないと結構無理らしい最初は、へえ、うん、買おう、俺も買おうよ、一緒にやり始めようよなあ、へえ、これ面白、どうやって使うんや、まあなんかね、いや俺も使い方まではよう分かってない、皆さん YouTube とかで見てほーんって、なんか そんなしんどいようには見えへんけどなみたいな思いながら見てて、結構きついらしい、もうへえやろ、うん、1日2回、30呼吸だけ、ワンスペースを口に含み、できるだけ長い息を吐き、次に力強く息を吸い込みます、いえ面白、顔買います、ベリーハード買ったろ。いやでもほんまにベリーハードは結構やめといた方がいいらしい、なんか使い物にならんらしいから、やるネタ真ん中ぐらいやと、ヘビー、やろう、いやこれちょっとウェブサイト送っときますね、いやほんまにねやっぱ重要よね、その体を動かすって、俺こん前さ言うてテラと2人でランニングちょっと前してんや、うん、なんか大阪城公園でね言うてましたね、そうそうして、そしたらテラが俺が走ってたら、うん、そのテラ普段走ってるみたいに言っててんやん、うんうん、ダイエットのために、うん、俺が走り出したらその刑事さん早いですみたいな、その普段僕それの半分で走ってますみたいな、はいはいはい、半分のスピードで、うんうん、それ聞いてなめてんのお前と思いながら、はあはあはあ、まあテラあかんねん、もっと頑張らんとと思ったけど、でも梅田サイファーって結構みんな運動しやんやん、せえへんね、だからちょっと梅田サイファーパンプアップ計画みたいなしたいな、まあだから次の PV はもしかするとてんてんてん交互期待とか言っていいな、冗談ですけど、まあほんまに鍛えなあかんすよねって思いますね、なんかなんやろ、どこまで行っても肉体衰えてることは否定できへんからな、これ、うん、年齢とともに、はい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 、でもどうやろう、俺結構なんか今一番仕上がってるけどな、あその肉体的に、うん、体力ときちんとかも今が一番、調子いいな、ほんま、なんか俺は
やっぱり落ちてきてるわけ、落ちてきてるのめっちゃ感じるわけじゃないねんけど、うん、まあこれはまあもともと喘息っぽい体質やったりするんで、うん、なんかそういうのも変えていかないのとなぁと思って見つけたんやけど、良さそうやん思って、これパワーブリーズ、うん、なんか喘息とかも結構いいっすよみたいなのを聞いて、だからちょっとねやろうと思ったんですよね、できることから。何の話してんの真剣に。いやいや、梅田サイファー健康計画、はい、いいっすね。なんかあれやりますか、なんかファンミーティングみたいな感じで KG とペコとランニングするみたいな、おもろそうじゃん。いやー、ちょっとそれはまだ早いな俺は。早い、はい、みんなとちょっとトレーニングできるほどそのいけへんと思うわ。いけへんいや、ウォーキングしちゃろうや、 KG とペコとウォーキング。いやー、ウォーキングな、おもろいかそれ。サイクリング、サイクリングとかやったらまだいいかもしれんな。え、絶対おもろいやろ、知らん人と、知らん人いっぱい集まって散歩するって結構わけわからんくておもろそうやけどな。ほんま、うん、なかなか俺は想像つかんなほんまに、うん、まあ、とりあえずは2人でランニングしようか今度。そうやな、うん、1回大阪城でいいやん、走りながらラジオ撮ろうや。きつ、あ、まあでもそういうのやっていかないとな、その実践してそれをラジオで証明していくみたいなやっていかなあかんなとは思ってるから、ちょっと第一企画としてやらせてもらいますわ、それは。やりましょう。はい、はい、ちょっとじゃあ1月中にどっか平日仕事終わりに大阪城公園2人で行って、そうやな、ランニングラジオしましょう。ぜひともお願いいたします。 OK です。じゃあとりあえず今回は一旦ここまでにしますけれども、次回がそのいつだったら、いつだったら2019年のアルバムベスト10発表されんねん、このラジオ。いや、もうもうもうでも次さ、レップ版取らなあかんから、うん、ほんまに、あ、ほんまやな、ほんまに結構発表できへんから、もうなんならこの企画流れんちゃうかぐらいの流れになってますけど、まあちょっとなんとか発表したいとは思ってますので。そうですね、はい、まあ、別にそれを求めてる方がどんだけいるかわかんないですけど。いや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 、もう多分1億2000万人中、うん、1億9000万人ぐらいはもう俺らの今年のそこ知れぬポジティブさやな、ほんま。言うてね、言うて僕らも言うて、やっぱそのこの界隈じゃ、はい、言うて何、そのなんか多分そのこんだけ日本語ラップ好きや、まあね、好きやみたいな公言してるわけじゃないですか。そうよ、8時間ね5箇所回してるわけですから、こっちとら。そうです、そうです、そうです、そ、生半可なファンじゃないですよ、ほんま。そう、その人たちが何を、言ってくるか、うん、多分結構みんなその耳をそば立ててると思うんですよ、うん、その何言うても今年結構何ていうかな、群雄割拠というか、うん、いろんなその新しい日本語ラップのアーティストたちが出てきたと思うんですよね。まあ出てきたね。そう、 だからそういう人たちがどこにこうこの人たちのランクのどこに入ってくるかみたいな、うん、うん、まあランキングお互いも晒してるんですけど、なかなかうーんって感じですよ。何それ、うーんって感じですよね。まあそうですね、なんかあのそのでペコヤンはやっぱさ、ちゃんとそのDJ ペコが選ぶって感じしてるけど、うん、もう俺とか田原やもんな。そうやな、田原やな、完全に完全田原。その多分聞いてる人からしたら、いやいやお前ちゃんとしろよみたいな言われそうやけど、いやいやいや、そんなことないですよ、全然いいと思います。そうですね、まあ単純に今年よく聞いた音楽みたいな感じで選ばせてもらいましたけど、うん、もう俺はもうほんま8体という目線でやってるんで。そうですよね、交互期待で、ほんまに。はいはい、まあ俺はゆるく去年もね、なんかそんな感じだったんで、そうヒップホップにがっつりこだわらずみたいな感じで選ばしてもらったんで。そうやな、うん、それを2月ぐらいになるんじゃねえかな。でも
いやいや、もうあれちゃう、来週のどっかで撮ったらいいんちゃう、パッと。そうですね、ちょっとレップ版やる前にその発表を先にできるように頑張ります。はいはい、じゃあ2時間半ぐらいやりましたけど、そうやな、全然楽勝やわありがとうございますって感じです。とりあえずそうですね、皆さん今年もよろしくお願いします、はい、ラジオにライブに音源に PV にいろんな角度から僕ら活動していくんで、はい、時間許せる限り一緒に遊びましょう。ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、もう遊ばな、ほんまやってられへんやから、こんなクソみたいな世の中。そうやな、ほんまに、ほんまにいやー、なかなかすごい時間までやりましたね。やりましたね。はいじゃあ皆さん、今年も1年間梅田サイファーおよびアマチュアラジオよろしくお願いいたします。はい、自分たちもすごい健康で過ごしていきます。はい最後に噛んだ、過ごしてください。はい、次はガガが多分ゲストで来る回プラスベストランキング発表になると思いますので、お楽しみにしててください。やば。はい、それではまた次回ありがとうございました。ありがとうございます。アマチュアラジオ。